穏やかですな。ねえ、穏やかだね。なあ、なんか田舎の村みたいな。これであっちゃんも大人の階段を登るわけだな。初めて飲む。すげえな、こんな飲むの。全部タダだぞ。やったな。タダってすごいね。でもなあ、おう、ブルーワインのハイボールから。おう、22%って飲んだことなかったんだけど、思ったよりもこう喉にグッてくるわけじゃないんだなって。 22% なら全然これなら飲める。結構敬遠してたけど全然美味しい。スーパーニッタオの水割りを飲みます。海外のチョコレートの匂いがする。わからん。来なかった。うん、来なかった。ああ。ビニールシートかな。シングルモルト唯一ロックで。ロックで。すでに匂い嗅いだだけでここら辺がなんかスーってする。うわ。苦いの凝縮したようなのがね、グーってきて、うーってなった。全然わからへん。これはすごいの。あちゃん、あちゃん、あちゃん。なんやねん、どこ行ってんの。やべえカメラマンじゃん。寝てるやん。寝てるやん。ちょっとねえ、なに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 、来ましたね。どこだここは。あちゃん、はい、ここはですね、なんとなんと新宿に来ております。テンションがすごいな。はい、現在シティハンターがなんと本日から実写映画化しております。何の宣伝なの。新宿はですね、まあ、りょうちゃんってそのまあ、シティハンターの主人公のいる街なんですよ。はいはい。私りょうちゃんに小学生の頃に出会ったんですけど。出会ったの。そうです、出会ったんですけど、もうアニメの初恋がりょうちゃんの。はい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 。そうなので、今日は XYZ というカクテルを頼んでりょうちゃんを呼ぼうと思います。どこに呼ぶの。妄想で、うん、やばい人。いや、とりあえず行ってみるか。ちょっとりょうちゃんが生きてるこの街をね、ちょっと見ようと思います。はい、はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、いや、めちゃくちゃ人多いね。すごいね。やばいよ。どうでしたみたいなキャッチね。10メートル歩いたら5人ぐらいに話しかけられる。さすが新宿っていう感じが。さすが、これが新宿だよ。そうだよ、やべえよ。じゃあ歌舞伎町だよ。ゴジラがおる。あれ映画だと火吹くんだよ。へへへ、そうなんや。すごい、さっきからなんかもうすごい、もうなんかどうしようってなる。これが新宿歌舞伎町か。これがりょうちゃんが守る街だ、こんちゃん。そもそも新宿でなんかしたいことない。なんか来たもののしたいことは、空気吸うことと空気吸うこと、あとはバーで XYG っていうカクテルを飲むこと、バーに行ってみたい。おー、 XYZ ってさ、アルファベットのさ最後の方に、最後じゃん、一番最後。そうそう、だからもう後がないっていう意味で、なんか依頼人が依頼するときに XYZ って書くと、りょうちゃんが来てくれるっていう。ほうほうほう。そうそう、依頼の秘密の暗号なんですよ。はい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 。第1話で、りょうちゃんがそのバーに行ったときに、そのバーの店主さんみたいな人が XYZ を出してくるんだけど、それはなんか助けてくれっていう意味なのね。はいはい。作中にも出てきた XYZ を今日は飲みに行きたい。おお。うわ、すごいとこ入ってくやん。ねえ、なんかすごいな。大丈夫かな。なんか、やられそう。ヤンキーとかが周回してそう。なんか新宿の地下のバーとか結構怖い。開けにくいな、それ。おお。
恐る恐る。すごいなんか陽気な人たちがいそうな感じがする。気まずい。コミュ障にはハードルが高い。いや、いけや。これが XYG ですよ。XYG。 わかったじゃん、わかったから。これ知らなかったんだけどね、シティハンターとコラボしてたの。なんか限定で、映画舞台新宿エリア限定コラボメニュー、XYZ 秘密の暗号です。わかったわかったわかった。900円しております。ちょっと値張りますね先輩。そうですね、まあ、きっとこういうとこはこういうもんなのかな。これがバーか。これがバーだ。180円の居酒屋の酒しか飲むことで。新宿での一杯。はいはい、わあ、ありがとうございます。なんか静かにしなきゃいけないです。あ、全然そんなことよ。ありがとうございます。ボロネーゼ、ありがとうございます。下に甘いのが沈殿してるから、混ぜるらしい。おお、すげえ綺麗。なんか危険な香りがするもん。危険な感じがする。そう、これがりょうちゃんの。おりょうちゃんのなんだ。嘘つけ。なんかポカリスエットとかさ、そっち系の飲料水にアルコールをぶち込んでちょっと味付けましたみたいな感じの味。でもりょうちゃんはこれを飲んでるか。じゃあこれりょうちゃんが飲んでるじゃなくて、何これを頼むとりょうちゃん。分かった分かった分かった。あ、でもってことはだから、つまりりょうちゃんがここに来るかもしれない。俺パスタ食うわ。パスタ食うわ。そういうこと、ほら見て、パスタ食う、見て。パスタ食う。ここに来ちゃったらどうしよう。俺パスタ食うね。なんで泣いてんの？なんで泣いてんの？ちょっと。何？死んだみたいになってる。死んだみたいになってるよ。泣くなよ。飲みな。ほらあちゃん、飲みな。飲みな。なんで泣いてんだよ、だから。良かったこととか話すか。良かったこと、良かったことか。私もその元々 SNS すごい本当に嫌いで、できる限り目立ちたくないタイプだった。YouTube も、まあ、あれだけど、半年間ずっともうやるやらないでずっと言い合ってたじゃん、話し合ってたじゃん。あの日本に旅に出る前ね。日本旅に出る前にずっとこう、うん、私やりたくないってずっと言って、はいはい、じゃあやるって結局押し切られたんだけど。本当はすごく全然やりたくはなくて、だからこの間あの視聴者ちょっと乗れてた。視聴者あの視聴者さんにね、会った時も久しぶりしてた。ちょっと視聴者さんにまたこのくだりやんのかい。視聴者さんに、なんだっけ、知らない。あれ、何の話したっけ。だから最初の方はすごい恥ずかしくって、やっぱちょっと嫌な気持ちもすごくあったの、やっぱり、けど、なんかやってくにつれてすごいコメントとか、DM とかで応援してますっていっぱい言ってもらって、こんなね、仕事辞めてなんかのうのうと生きてるやつ。言い方あるやろ。こんな優しく世の中ってすごいしあったかいんだなと。言い方あるやろ、もっと。忘れられない DM なんだけど、あの子供が最近生まれました、名前をあかりってつけましたって、あーちゃんみたいに明るくて優しい子になってほしいです。おお、いいことやん。
めちゃくちゃ嬉しい。これ以上ない名誉みたいな。これ以上ない、本当にこれ以上ない名誉で、なんか泣けてきちゃった、ちょっとだから、うん、なんかちゃんと生きなきゃいけないなと思う泣かんで、ちょっとマジで泣かんでね、ティッシュ持ってこいか、ティッシュいる、ティッシュいるな、なんかね、ちゃんと生きないと思って生きるよ、生きよう、一緒に恥ずかしく生きたらダメだと思う。ティッシュ持ってくる、ティッシュ持ってくる。にんにんはロッペンで涙を拭いて、涙を拭いて、ちょっと待って、もうよっいや、そうだ、ちゃんと生きなきゃなと思ってそんな、ちゃんと生きなきゃ、そうするどうしたの、ふんふん、やっちり気持ち悪いどっちかというと気持ち悪い。これに、これに入れてきて、グッバイマイスイートエンジェル大丈夫YouTube のそれ振りはいいから、こいちゃんこいちゃん死んでる今回は私一人のオープニングになります。ということはモニタリングをしていたしてモニタリングをしていきたいと思います。私たちもう付き合って4年が経過してます。やっぱりまあ4年も付き合ってると周りから結婚しないのっていう声が結構ちらほら来るんですね。実際私たちが結婚するかっていうところでいろいろ話し合ったりは、まあ、もちろんやっぱ4年付き合ってるのでいろいろしてて、でもまあ具体的にはまあいつも決まらず、いつかしたいねみたいな収まってる感じなんですね。でもその中でも彼のこう思ってることとかいろいろまあ聞いたりはしてたんですけど、実際本音はどうなんだろうみたいなところがあって、結婚自体はなんかまあ今すぐじゃなくていいなっていうのが私のまあ気持ちではあるんですけど、まあやっぱいつかはしたい、まあ、今すぐじゃなくてもいいんですけど、まあどうなのかなみたいなところでちょっと聞いてみようかなと思います。ダーン、チューハイをね買ってきた。これほら期間限定しか売ってなくて、ポンちゃんにも今日は飲んでもらおうと。いや大丈夫、俺別に。開けちゃった、開けちゃった、ポンちゃん。もう食べるしか、食べない、飲むしかないなはい、どうぞ。私はね、なんかね、鬼レモンっていうね強そうなやつにしてみたよ。え、一回じゃあこれ飲んでみてほしい。キューパー結構強そうじゃない。俺大丈夫な、こんなん飲んで。昼飲みいいです、昼飲み。俺いけるからいけるか、いけますね、まあいけるか、いきます。じゃあ乾杯。わーわー、まあ、顔真っ赤なんだけど。眠い眠くなっちゃった。眠くなってるから、やべえなこれ。お腹がすごい熱い。お腹熱い、やばい、なんか生まれそう。いやまだまだまだいけるでみたいな。ほんとに？ほんとに？こーちゃん、結婚しよう。ああ、するするするよ、するするするよ、結婚。結婚する？うん、する。あれちゃん、今結婚した？え、今結婚した？違う、正式なのは違う。正式なのがあるの？正式なのがあるよ、ちゃん。いや、正式なのがある。大丈夫？正式なのなんかやっぱりね、あるわけですよ、ちゃん。え、なんだ、はは、いや、結婚、結婚の正式なのがあるの？プロポーズで、いつプロポーズは。知らん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 けど、でもなんかその場所とか、うんうん、シチュエーションは決まってるのよ、もう自分の中で。あ、え、そう
なんだ。そう。どこ？いやね、面白いね、そっちの方が。でも、結婚はするけど、時が来てないのよ、なちゃん。うんうん。まだ。まだね。時が来てない。するあれは決まってる。するあれ？場所とか。場所？シチュエーションは決まってる。一回目。俺の中で最上級のロマンチックは決まってるから。そこでするから、どこだろう。その時が来るのを待っててほしい。眠たいなってきたな。もうなんかグラタンが遠いよ。グラタンは近いよ。お水。ありがとう。こんちゃんさん。YouTube か YouTube だよ、こうちゃんとか これ YouTube か大丈夫ごめんね、あの弱いの知っててやったからいや、そんな大丈夫、整ってる、整ってるこいやイカちゃんおぉおぉこの前ね、僕ね、トイレ行ったんですよ。うん。うんこしたんですよね。汚っ。うんこしたんですよ。はいはい。で、その時に、ああ、よかったーと思って。よかったよかった。よかったーって、なんだ。いい感じだな、いい調子だなと思って。もうトイレットペーパーね、使うじゃないですか。はいはい。で、シュッともう、ゼロ。シュッともう、この5センチぐらいしか残ってなかった、白いの。おぉ。そう。俺が推測するんだよ。俺がうんこする前に、あちがうんこして、結構切れそうになってきたみたいな。でもなんか帰るのめんどくさいし、次多分私しないからえっかと思って。違う何を言ったと思うの。5センチだけ残したんよ。違う。あたかもトイレットペーパーあるように見せかける。違います。トリック。俺はね、気づいちゃった。いつ 何月何日の話ですか。それはそんな証拠はないです。俺以外にいないわけよ。そんな分からんじゃん。こんちゃんがさ、その時お腹下しててさ、その入ったのもこんちゃんで、行ったのもこんちゃんかもしれない。何言っとる。あ、もう自分落ちってこと。そう、自分落ちの可能性がある。いや、ないこんちゃんさ、結構トイレットペーパーに関してはさ、めっちゃ使うもん。ここじゃ使わないし。すごい音する。そもそもなんで知ってんの。なんで知ってんの。いや、音がここそんな回転させてに知ってるのに悪すぎるよ。俺じゃない、俺じゃない。違うよ。違うね、マジで。本当だ、絶対。いや、違う。なんだお前。なんだ、ここ。落ちてるほら。めっちゃケチなんですよ。じゃ別にケチなのは悪いことではないと。いいことよ。そういい言い方すれば倹約か。そう倹約家だし、悪いことでは全くないけど、ない仮住まいとはいえまだ半年は住むであろうと言ってるんですね。うちちゃんとしたものっていうかな、少なくて、例えばお皿とかも超最低限みたいな。体をよく毎日食べさせるから、サラダ用のお皿いつもお椀でやってるんで、もう買ってこようとしたら、え、それいる皿あるやんみたいな。いや、あるやん。違う今度は味噌汁入れるための皿やねん。ってことはその皿使っちゃったら味噌汁入れれんくなんねん。サラダいらないんじゃない。違う金で2個お皿買ってくるだけでこのありさまですよ。じゃあ借金は別に悪いよ。あれじゃ、そこまでケチな話してるんじゃない。収納もあるわけやで。トイレの消臭剤買ってきたら、いや別に消臭剤なんていらんでしょ。あると思う、それもあると思いますけど、やっぱり借りてまで割り切っちゃってるんですよね、やっぱりね。ありがとうございます。ごめんなさい。出てるわちゃん、表出ろ。俺が俺の魅力を伝えてやるやつ。こんちゃんの魅力。俺の魅力を伝えてやる。表に出て。よいしょ。あ、ちょっともうちょっと食べてから行こう。ドアちゃん、表に出るぞ。前まで食べが。俺の魅力を伝えてやろう。よいしょ。うん。え、怖い。ああ。ふん。これが。待って。これが俺の魅力だ。これが俺の魅力なり。どうするの。重たいっていうのか私が、ほら今度煉獄さんなら軽々持ち上げてるところだぞ。幸せそうでよかった。おはよう、こんばんは。ちょっと待って
てこんばんは週に一度の焼肉の日なんですけど、あの彼女が酔いすぎてあのこれですとりあえずこんな状態でカメラ回してる所存です今日何飲んだのあちゃん。今日はですね、おお、ほろ酔いです。おお冷静じゃねえか。このこれがすごい近いなんかすごいね、うん、果汁果実かかじる果汁 12% もあって、うん、すごいありがとう、OK ありがとう、 OK ありがとう、ありがとう、ありがとう結構飲んでんな、マジで。今日の肉うまかったの、でもな、うん、100円にも満たない肉言うな、そんなん言うな寝るか、もう、もう寝る？寝ない。え？寝ないよ。寝ない？寝ないでいい？なんで猫背うつするの？いや、なんか大変そうだから、なんか今テンションが。大変じゃないもん。え？どうした、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 あ、じゃあ泣いてんの？ね、ベッド行こう、寝るよ、もう寝るよ手に負えねえぞ、俺には手に負えねえアイス食べるアイス食べるの、どうぞついてくるちゃうねん、持ってってんねん、そっち冷蔵庫よ大丈夫かチーズ、それチーズやん、それチーズやからそれチーズ違う、わかっチーズ何に受けてんねん、何に受けてんねんすごい肉の油で滑れてるな本当の名前何それ何それめっちゃ笑ってる肉の油で滑ってる何もう本当にいお肉の油で滑ったのお肉の油で滑ったのお肉の油で滑ったの？何？マイケル・ジャクソン？マイケル・ジャクソンなのね。アイスを。アイスを忘れたもん。いいでしょ。誰に自慢しとんの？ちょっと知って。ありがとう。ありがとう。話やん、あちゃん見て見て、何お前もやっとったやんけ、愛してる滑っとんねん返せさ、うん、犬屋舎の音みたいな音、犬屋舎の音、あちゃんも寝るよ、あなたは今日寝ます、もうダメです、なんでカニカマやねんカニカマ、カニカマあかん、おいしい、おいしいな、よし、うん、寝ます、今日も寝るよ、まだ、まだ、何、まだ、何を何しとんねん、マジで寝るよ、もうああ、俺が落ちた
絶対眠くなるからこの後。わぁ嬉しいの。俺何歳やねん。ダメだよ、欲しいだぐらいかよ。ダメだよ。待て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 、お肉食べる？お肉食べる？鼻息がすごい。お茶の匂いする。めり込んどんねん、めり込んどんねん。やめてやめて。つけんな。ケツ揉むな。セクハラ親父。この間ね、ほんとにあかん、ほんとにあかん、マジで。なんだっけ。こちらですね、これは煉獄さんです。急にどうした、あちゃん。あちゃん急にどうした。これすごいね、なんかいい感じ。あとね、他にもね、あちゃんもとりょうちゃんとひじかたさんがいて、あちゃんみんなで仲良くこうやって、あちゃんみんな見えるようにしてて。何をしてんねん。これじゃあトイレ行く。トイレ、うん、おー行き。食べた雑か。4本負けたのね、あちゃん。負けた。めちゃくちゃ典型的に酔っ払いだよ、本当に。よし寝よう。よし寝よう。もう寝ます、もう寝ましょう。おいちゃんのさ、うん、あのね、うん、あよいしょ。こう、待って待って。あれあれ、ごめん。よいしょ。よいしょ。なんでやねん、なんでやねん。はい、おやすみ。あ気持ちいいね、あっちゃん、うん、ベッド気持ちいいね。気持ちいい。はい、おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。いい日になりますように。いいやつだな。おはようございます、トモコウゾウです。なんか酔ってるんですよ、すごい。今日何飲んだの？今日何飲んだの？今日ちゃうわ。今日何飲んだの？今日、うん。これね、くらっちゃってね、これほらほらくらっちゃってね、マジでね、これも怒られるの。いちごも聞き取れん。なに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 、歌おう。は、歌うよ。歌うの？牛、牛、牛も。やべえぞ。もうやばいやん、もう。何回も言ってるんだよ。あ、すごい、ジェットコースターみたいだね。レレ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 レじゃなきゃこんな状態で動画回す。3000円。何人かとんねん。よくある企画で、お嫁さん。めちゃくちゃ酔っ払ってる彼女に3000円渡したら何をコンビニで買ってくるのかという企画をやろう。おしっこ行ってくる。オッケー、そう、おしっこ行こう。おしっこ行こうな。トイレか。おしっこ。おしっこ行こう。おしっこ行こうな。はい、おしっこ行く。踊る？よいしょ。はい、よいしょ。はい、はい、はい、はい。踊るよ。大変、大変なんというわけでですね、
ちょっと怖いけど、まあね、あちゃんに渡しています。コンビニでも好きなように使っていいよ。出るの？お小遣い。本当にね、貯金箱に出てね、ここ入れていい？ダメです、ダメです。貯金しててへそくり銀の盾の後ろに隠しとったんか。これね、止まったらね、一緒に来ちゃうとね、あの、うんだ、めちゃくちゃいいやつか。大丈夫か？うん、よし、行こう。絵面がひどい。絵面がひどい。お札見て喜ぶ絵面がひどいから。母ちゃんに似てるね、これ。似てねえよ、ひでよじゃねえか。早く行くよ、早く行くよ、もう。呪術廻戦エンディング踊ったのね。ファイマーだぞ。なんてる、なんてる、大量だ。おお。よし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 。トイレ。トイレ。はい、トイレ。先ほどコンビニから帰ってきたところなんですけど。あじゃ大丈夫？大丈夫？覚えないで。あじゃ。会いに行こう。まだね。また会いに行こうな。また会いに行こう。また明日にする。チョコだ。今日は何を買いましたか、あちゃんさん。はい、はい、今日はですね、マスク、マスクを買いました。はい、ちょっとね、お高めのね、はい、いいマスク。だからね、いいマスクなんだ。ラーメンのね、やつ買った。なんかすごいコンビニの中で気前よくなって、私お金持ってるから買ってあげるって言ってくれて、50円引きのお金を。今途中やねん。途中やねん。アイスもね、入ってるね。アイスめちゃくちゃ買ったね。とフェリーと、あとね、それとアイスちゃうけどな。これ何？これお菓子。うん、お菓子と、お菓子とアイス。そうだね、これも買って、そう、あのね、こいちゃんがね、好きかなって思ってね、ね、いいね。そうだね、優しい子なんですよ。優しい子なんです。絶対ね、優しい子なんですよ。ホームランのね、ありがとう、これ嬉しかった。ほんと？うん、よかったね。ありがとう、ありがとう。あ、これね、アイスどんどん出てくるな。すごいね、美味しくってね、いちごのね、食べるの？アイス、ね、いちごがね、すごいいっぱいね、いちごのね、回ってないやん、思考がもう。よかったね。そうや、よかったな。ゼリーか。あとシュークリームもね、こいちゃんが買ってくれてね。ポッキーもね、チョコレートじゃなくて、いちごなのがね、美味しくて。そうやな。あと帰り道にファミチキをもう食べ散らかしました。ゴミです。以上かな、あちゃんな。これ以上ちょっと続けてもちょっとあれなので、結構やばいんで、寝かせます。あのね、こうやってね、アイス食べながらね、こうやってもう寝るよ、あなたは。ありがとうな、食べかけのポッキー、ありがとうな。君の売ってなかったでしょ。食べてないの？売ってなかったでしょ。なんで？またね。君の服さ、また今度買いに行こう。でもさ、食べてないからさ、ダメだなって思う。そうだね、また買いに行こう。俺買ってきてあげるから。よいしょー。ほいちゃんはここだよ。いった。おやすみ。いい夢。
これ見るよ。いいやつだね。そちら何してるの？仕込み中だぞ、見んじゃねえ。見んじゃねえ。何してるの？今日はちょっと居酒屋だから。居酒屋？そう、居酒屋。何、どうしたの？怖い。怖がらないで。やっぱり最近ね、なかなかお酒飲めてないじゃないですか。もしかしてさ、この間行きたいって言ったから？そう。知って忘れてた。知って忘れてた。あそこに席用意したから、あそこに。動かしてたんだ。お座りになって早く早く。さっき水素となんか私の推し持ってくで何かと思ったら並んでわかる母ちゃん。はい。今日は居酒屋オープン。あ、映ってないです。今日はですね、はい、なかなか居酒屋に行けない母ちゃんに、うん、居酒屋プレゼントしましょう。うわ、すごい。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。いいね、このエプロンも似合ってるね。そう、去年の夏に買って一回も使ってなかったです。ねえ、初めて見たぐらいの時。というわけで今日はですね、はい、男の居酒屋というものをじゃあ堪能させてやる。あれ、変わってる。そう、お品書きを実はここに書いていた。わ、すごい。この似顔絵は一体。このお品書き通りね、料理をもう仕込んでるので、私は。すごい、任せてくれ。まずお酒ですね。お酒も買ってきてくれたの。ああ、なんかよくわかんないから適当に。お、いつも飲むやつ。じゃあこれ、え、一番強いやつ。これの 3% のやつ飲むね、いつも。ほんとにしまった、すまん。いや、全然ありがとう。いつも飲んでるやつを覚えててくれた。何もしなくていいの？何もしないでくれ、今日はオープン日なので。こんな推しが並んでるならいつも来るわ。なんか今日は普通に家におったら大量になんか買ってきてたから、何事かと思ったらなんか始めとる。おはようございます。なんか美味しそうな感じの。見ないで、見ないで、恥ずかしい。仕込み中恥ずかしいから見ない。おかまんなった。ポンちゃんは飲まないの？店員さんが飲むのおかしいだろ。設定をね、あ、忠実にね。お客さん飲んでくださいじゃあ。乾杯する相手いないと寂しい。あ、そうか、乾杯。めっちゃ待ってる。乾杯。じゃあまた。乾杯。あー、うまー。当店の自慢のお酒ですから。めんどくさいんでいきなり2品出します。あ、ありがとうございます。お待たせしました。豆腐とキムチのやつと、うわー、シーザーサラダっぽいやつ。うわー、お通しです。すげー、お通し。お通し、量がお通しすごいな。いらっしゃいませー。豆腐めっちゃでかい。居酒屋は量がめっちゃ重たい。うちは量が自慢だから。これ何、シーザーサラダっぽいやつ。ちゃんと卵もやってくれて、めんどくさいのに。うちはね、学生さん多いから量増えちゃうの、いつも。あ、なるほどね。はい。あ、もうなんかすごい設定まで作り込まれてる。学生さん多いからね、これ。多くてごめんね。何歳設定なの。じゃあいただきます。はい、好きに作っててくれ。いや、嬉しい。え、なんか本当にさ、もうこのご時世だからさ、居酒屋なんて行けないしさ、遠くて帰ってこない。うん、おいしい。本当に？うん、おいしい。ありがとう。卵もちゃんと本当にやってくれるなんて、めっちゃイケメンじゃん。すいません、ちょっと、カンペ。せっかく褒めたのに。おぉ、うん、来ているぜ。大丈夫か、お客様。お客様。大丈夫ですか、お客様。大丈夫。お、あ、見える。見える。見える。順調ですか。はい。だし巻き卵すごいね、こんちゃん作れるなんて。居酒屋ですから、うち。やばい、この人。もう入り込んじゃって。ここ初めてどれぐらいなんですか。170。やばい、老舗じゃん。やべえ、老舗の居酒屋。2代目でやってます。2代目じゃ無理でしょ。お待たせしました。うん、うん、当店自慢のだし巻き卵でございます。オーナー人生初めて作ったの。すごい、こんちゃん。はい、こんな美味しいのだからすごいよ。なんて言ってる、なんて言ってる。ちょっと巻かれてクレープみたいになってるけど。めっちゃ巻いてるんだよ。あ、すごい、ふわふわだ。そうよ。え、すごいね、こんちゃん。そうよ。ちょっと笑顔なんだけど。すごいふわふわ、わかるかな、めっちゃふわふわ。うん、おいしい。え、すごいすごい。本当に。うん、天才やん。あ、本当に。うん、おいしい。カツ丼と食べたい。意味がわからないです。メインディッシュ入る。お、すごい、めっちゃ量ある。
これ学生が多いんだよね、この辺りは。いや、すごい、めっちゃいい。究極のチキンを作る。すぐできるから。なんかちょっと見えてる。究極ね。すごいね、マジですごいね。気になる。究極のチキンであり、すごいおしゃれなお店のに見えるよ。器がもうなくなったからスープ用の合ってる、こうちゃん、いい選択だよ。合ってる、これ覚えてる。おー、すごい美味しそう。そうそうそう、あっちめっちゃチンじゃないなになに、めっちゃやったばっかだから、素直に言っちゃってる。やったばっかだから、気をつけて。やったばっかだから、ね、やったばっかだから、本当に。いただきます。辛い？でもマジ辛いやつ買ってきちゃったね。仕込んじゃった？ちょっとマヨネーズかけて食べようかな。できたよ。締めです。札幌一番味噌ラーメンの担々麺風アレンジです。ヒゲプ出ちゃった。どのタイミングでやねん。どのタイミングでやったの。入れすぎた。すごい美味しそう。合いびき肉入れすぎたぜ。いや、すごいこんちゃんっぽいね。あー、いい表現だね。旦那。旦那。もう寄ってきたんだ、朝では。いただきます。担々麺食べてみようかな。おいしょ。札幌市場なんやで、これ元は。へえー、うん、おいしい。うまい、うまい、おいしい。めっちゃうまいやん。ありがとう。お、鬼レモン。ありがとう。レありがとう。なんだっけこれ。存じ上げない。いただきます。はい、うん、レモンだ。めっちゃレモンだ。うん、あ、すごい、こんな強いんだね。めっちゃレモンだこれ。歌いマークになるね。気持ちいい。肉球みたいに触んな。ありがとう。うん、ルンルンルン。あー、すごい。なんかこうやってしてるけどさ、あ、なんだっけ。何言おうとしたいわ。すごい、こうちゃんとおそろい、ほら。パグのさ、シワみたいな。わかるわかるわかる。連打すな。もう寝るよ。おいでよいしょよいしょ、明日食べよ。ラーメンだけ食っとくから俺が。よし、寝よ。おやすみ。なに、よいしょ。というわけでですね、はい、なんかお腹空いてきたなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、というわけでまた次回、バイバイ。バイバイ。おはようございます、岡田です。岡田です。いやーね、思うんですよ我々は。はい、舐められてるなと。そう、ちょっとね、みんなね、舐めすぎなんじゃないかっていうね。そうそう、お酒弱いと思ってるでしょ。マジ
ジやべえんすよ実は。そうマジやべえ実はね、うん、お酒強いんですよ。そうなんですよ。なんかね中退を晒してきたじゃないですか僕もね。あーちゃんも。まあそうですね。そう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 、はい、まあ比較的あーちゃんなんですけど演技です。そうみんなを楽しませたいという心から行われてきた気持ち。今日は本気の我々をお見せしようかなと思って。はい、もう本当にすごいんで。すっごいのなあちゃん。なあこんちゃん。でもやっぱさ、うん、お家だとさ気が許しちゃってるからね、はい、ある程度もすぐ酔っ払っちゃうみたいなところあるじゃん、うん、だから今回はもう外で飲んでるみたいな感じの気持ちで飲むと。今日めっちゃ酒買ってきたんで、うい紹介してやりますよ。これですよね。これ日課のおじさんのやつ、ウイスキーな。これ北海道で私もう飲んでるから。すげえ酔ってた。もうあ、これ、いや、手つけられんかった。あれも演技だったの。あれもそうそうそう、あれもまたあれもまた演技。役者だね。そうストゼロですよね。おー、はい、もうこれはもうマジでやべえから。ストロンですよ。ストロングゼロ。そうプレモル。おー、ビールあんま飲まないね。そう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 。飲んだことある？2回ぐらい。でも本気ですよ、いっぱい飲めるから。そう、これね、なんかみかんのお酒。そう、メッシュです、ね、メッシュと、はい、ジュースだな。まあ、これはな、うん、一応ね、まあ、ジュースですわ。そう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 、ラインナップあった方がいいかなと思ってジュースも持ってきてやったぜ。というわけで、はい、今日飲むぜ。ふふい。のずぜて、おおおお。いただきます。いただきます。じゃあこれから行こうかな。みかんのお酒に、はい、なります。うまそう。俺は様子見で。一旦ね、一旦ね、一旦とりあえず一旦様子見で。乾杯。ヤクルト。ヤクルトか。大丈夫、顔赤くない？いやいや、まだまだまだ。バカバカバカ、俺強いから。バカ。それ美味しいか。苦めのみかんジュースだよって言えば分かんない気がする。ちょっとリケールの味もするけど、美味しい。とりあえずですね、はい、アジフライでやんすね。好きだね。20代後半になってからもうとんかつもうまいけどアジフライのうまさに気づき出すんですよ。分かる？あいちゃん、ちょっと年取ったから、うん、ちょっと和食に少しずつ移行してるみたいな。中華街に。すげえおじいちゃんみたいな。あんたお菓子ばっかやな。じゃーん。おっとっと、久しぶりに見たわ。おっとっと、美味しくない？うまいけど食わんからさ、なかなか。本当に、うん、永遠に食べてた。おお、かわいい。何か知らんけどかわいい。魚。全部魚やね、おっとっと。台湾まぜそばです。おお、やっぱり愛知県は台湾まぜそば主流なんで、めっちゃうまい。名古屋しかないのかな。発祥が名古屋。あ、そうなんだ。そう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 、知らなんだ。果汁グミ、グミが一番うまい。結局ハイチュウはね、もうあの殿堂入りしてるけど、うん、グミがやっぱなんか永遠に食べてられる。嫌いなもんとかあんの？逆に。私じゃがりこあんま実は好きじゃないんだよね。マジ？え、なんか昔はよく食べてたんだけど、年を取りにつれてなんかこの噛んだ時にさ、脳に響く、ガリって響く感じ。大丈夫だ。石でも食っとるんちゃう？グミとか柔らかいもんに行こう。おばあやん。大丈夫か。ほろ酔いやぞ。酔っちゃうときはね。そうそうそう、酔っちゃうときはね、半分とかダメになっちゃうから、ね。まあまあまあ、今日はすごいですけどね。あっつい。鼻にめっちゃ汗かいてる。おっとっと、無限に食べれる。いや、しゃっくりが。いや、電気つける、そろそろ。まさ、全然余裕じゃん。うん、全然。だって酔わないぞっていう心さえ持ってれば大丈夫だよ。やっぱりやっぱ女の子はさ、外とかで飲んだ時にさ、飲みすぎちゃうとさ、やっぱ変な人に捕まるかもとかいろいろ考えるしさ、気しないね。熱い。髪の中が熱い。髪の中が熱い。髪の毛の中が熱い。はさげ抜けてく。もうズル向けたい今。
髪の毛ずるむけたい。ポーンってこう、カーンってやりたい。ひろこちゃんずるむけて大丈夫？絶対嫌だ。絶対嫌だ。辛いのとお酒飲んでるからね。ああそうか、じゃあ俺がだ、俺だ、じゃがりこと。いえ。美味しいんだけどね。なんかちょっと脳が疲れる。お前ツッコミが不在すぎる。今まで決まってっから。いいね、こいちゃん。今日の俺は止められねえよ。今日の俺は止められない。周りない。これ一杯でな。すごいね。コスパいいよね、こいちゃん。何が？何が？コスパはすごい。違う違う違う。声でかいね。それそれバカにしてるね、俺のこと。バカにしてます。今日の俺やべ。やべか。やってやぜ。やってやぜ。どうぞ。ラムネいきまーす。このラムネ好き、昔から。ピューピューするやつやん。そう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 。もうダメじゃん。まだ始まって何分だった、本当に。泣いてるよ。今日ダメかもしれん。こんちゃんいないとこのチャンネツな。チャンネツ。こんなにドロングゼロどうするの。飲むだがね、グレープフルーツ飲め。飲むだがね、俺が飲む。任せとけってばよ。もう涙じゃん。このフエラムネってさ、おもちゃが入ってて、こうやって。何それ、やべえの入ってんじゃない。え、なんだろうこれ。豚の豚のパッチみたいな。何これ、髪止めるんじゃない。止めるんだ。飲む豚のパッチ。豚のパッチ。豚さんパッチ、誰こいつ。かわいい、こえちゃん。ふぅ、いいね、こえちゃん。止められないね、君のことはね、もうね。梅酒飲みます。梅酒飲めるの。梅酒は飲めるよ、大人だね。飲む。シャルなの、ちゃん。飲める、大丈夫。昔から好き、梅酒は。へえ、うん、大人だな、あっちゃん。ハピクルサワーより美味しい。28歳の男の人が飲んでるの、まあまあ可愛いよね。デールレデールやった。デすごかったね、やっぱ強いね。じゃあ泣きキスして。おいちゃん、どこで寝とんの。おいちゃん大丈夫。これ俺の。これもカレーやねん。俺の。落ちる。いや。おいちゃん大丈夫か。豚のピンつけたままだよ。寝よっか、こいちゃん。アンパーン。寝るか、こいちゃん。編集中恥ずかしいの自分だからね、こいちゃん。オッケーベイビー。オッケーベイビー。Yeah.バイバイ。おーちゃん、もう酒飲むなよって思った人は高評価とチャンネル登録とベルのマークをお願いします。というわけでまた次回、バイバイ。ダメだこりゃ。皆さんどうもこんにちは、近藤です。いやー、というわけでですね、見てください、こちら300万円に見立てた偽物です。こちらですね、なんと一番最初の1万円以外は全部白紙。パッと見はめちゃくちゃ300万円に見えるんですよ。見たことない札束に見えるんですね。というところですね、今回は彼女にモニタリングを仕掛けていこうと思います。ち
ちょっと前に泥酔した彼女に3000円渡したら何に使うのかっていう企画をやったんですけど、それの3000円じゃなくて300万円バージョンを、彼女がこの300万円を酔った時に見たらどんな反応するのかっていうところでモニタリングしていこうと思います。また次に彼女がお酒を飲むまでどこに隠せるんだってすごい迷ってたんですけど、迷った末にですね、よいしょ、ここに入れようと思います。まさか300万円がね、こんな冷蔵庫に入ってるなんてね、思うまいというところで、このまま彼女お酒を飲んで酔っ払うまで300万円冷蔵庫の中に入れておきます。あいちゃん、あいちゃん、はい、今日何飲んだの？メロン？今日何飲んだの？会話が…あ、じゃあ今日何飲んだの？何飲んだの？今日はですね、あーちゃんがキレートレモンサワーと…これか、なんて読むのこれ、ヒューバヒューバほろ酔いを飲んでる途中か、くるくるついたあーじゃないね、あーじゃないね、取るよ、どうやって取るの、回せばいいの、回していい、あ、パッチンするのか、こう、ごめん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 、何が？え、で？え、なんて？これね、これね、ここのね、あの、吹いてやるとね、これダメだ、今日も、今日もやばいね、今日もやばいわ、トイレトイレ行くの？うん、おお、クランチするかと思った。豆腐食べた方が美味しいから。プチンプリンみたいになるから。あれプチンプリンみたいな。あ、いる。いらねえ。醤油ある、醤油醤油。醤油あるよ。ちぇちぇ、むずいね。むずいね。いくよ、いくよ、いくよ。いくよ、あるっちゅうか。食うんかい、プレーンで食うんかい、あららららら、震えちゃった、震えちゃった、うん、充電しといてあるわ、え、めっちゃおっさんやん、見えない、充電しといてあるわ、え、よいしょ、あちゃんに実はね、あげたいものがあるの。どうした、なんか足ポタポタして、あ、水道な、あんたが手洗った時に死に忘れたよ、さっき止めてくる、止めてくる、いい、止めてくるよ、いいいい、てめえのキスはてめえでね、大丈夫だよ、いいいい、大丈夫、一生懸命、ごめんそれはごめん、今のはごめん、今のマジでごめん、アジャにもう渡したいものあるから、お詫びとして、うん、すげえいいものだから、ほんと受け取ってくれるか、やった、よし、寒い、足かゆい、え、足かゆい、足かゆい、書いてあるわ、めちゃくちゃ渡したいものがある、受け取ってくれるか、はい、とも、ちょ、やだ、やめて、ズボン下ろさないで、やめて、あちゃん、やばい、これ受け取ってくれ、300万、そう、300万、どうしたよこれ、え、え、賭けで勝った、賭けたの、賭け狂いした、賭け狂い
かけ狂いして勝った。ママ？うん、おばさん。おばさんだった。おばさん当たったから。本当？うん、ダメじゃん。何が？何が？300万って。そう。ね、300枚？パーティーしようぜ、あいちゃん。これで？二人でパーティーしようぜ。なんだよ。なんで？300万なんてね、うん、貯金した方がいいよ。実？今ね、やっぱコロナがね、怖いからね。うん。じゃあ貯金した方がいいよ。本当に？うん。なんであるの？なんで？さっき言ったやろ。どれ行きたい？どれ行く？うん。行っておいで。かえちゃんも来る？うん。どれに行くよ？強制的？でも300万置いてあるからまだ。不用心だよ。不用心。しまえば。え？しまえば。戻ったところに。なんでこんな中入る？うん、その辺は別に考えなくていいんだよ、あいちゃん。どうなの？うん、セキュリティ。でもそうだね、うん、納得してんのかい。5分前にしたんだけどね、うん、何してんの、あいちゃん。300万あるじゃん、うん、さっき見せたお金、うん、このお金を、うん、もし自由に使えるなら何したい？貯金以外。あーちゃんが300万円手に入れたらどうする？貯金以外で。本当に、うん、300万円したらね、あんまさ東京とかさ行けないからさ、うん、グッズとか買えてないからさ、東京へ行ってグッズ買いたい。煉獄さんの列車に乗ってるフィギュアがあって、それが7万ぐらいするの。かっけー。星くんも今7万ぐらいするから。フィギュア？そう、でも高くて、でも欲しいなと思って。でもね、転売する人がいるからね、うん、まあ買えなくてね、うん、辛いな。辛い。転売やダメだな。転売する人がいるからね。でね、手配したらさ、もうさ、公式がさ、出してくれないかもしれないじゃん。そうだな、公式が出せないだめだな。だからさ、よくない。公式が出せないだめ。公式がな、出さないと寂しいな。ちゃんとね、みんながルールを守らないとね、できなくなっちゃうんだよ、オタクって。そんな話。寝ようか、うん、そうしよう。メイク落としたら寝る。メイク落として寝ようか、うん、行こうか、メイク落としに、うん、よし、メイク落とそう。これどうするの？え？そんなことあるんだなと思ってさ、うん、あんまりね。ごめん、あちゃん、これ偽物なんだよ。ほらもう、え？3万円しかないんだ、実際は。すごい。なにこれ、じゃあ、あれ？YouTube のドッキリ？ドッキリ的なやつや。あ、そうなの？そう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 。なんだ、なんかこいちゃん騙されちゃったんかなと思ってさ。なんで俺だよ。よかった。よかったな、うん、なんかちょっと酔いも覚めた。よし、ドラケンだけ見て。ドラケン東京リベンジャーズな。そうそう。じゃあやって、強烈なパンチでおい、やってよろしい。肩を並べ、ずくまった。よしとんな。大通りの雨に。あー、ビール飲みてー。飲めんや。飲んでみてー。いや、昨日ね、昨日1日 DIY しててね。そうだね。そう、ずっと外で過酷な労働をしていて。で、家に帰ってちょっとまた仕事カタカタやってて。そうだね。で、今日午前中も僕はメインで、あーちゃん、サブちゃんずっと編集カタカタカタやってて。はい。今、身体ともにね、疲労困憊なんですよ。ポンちゃんがね、特にちょっとね、やばい、ね。そう、もうやばい。もう頭パッパッパだから。よく言うじゃないですか。疲れた状態で、うん、いや、一人とともに飲むビールは、マジで神の味がするってよく言うじゃないですか。言いますね。二人ともビール飲めないんですけど、そう、
もうでもこのコンディションなら多分ビールを好きになれるんじゃないかなっていう気がするんですよ。というわけでですね、こちら鶏ももと豚バラとせせりと鶏皮とウインナーまとめて1500円分買ってきたんでね、これはねもう今から焼いてこちらプレミアムモルツと焼き鳥でもう幸せになろうと思います。はい、おおねえねえねえ。せせり、はい、鶏皮、はい、ウインナー、はい、豚バラ、はい、鶏もも、へい、椎茸、はい、ネギ、へい、プレモル、へい、フィーバーわあ、まあ、冬を疲れただろ今。喋るだけでいいやと思って冬を疲れてだろうが。バレた。切ります。熱いね。厚切りだぜ。着火。よし、鶏もも入ります。はい、お願いします。ほらー、 あー取れた取れた取れた。皮を頼んだ。はい。あ、よいしょ。全部いったれ。よいしょ。うわー、絵面すごい。絵面がやばい。鶏もも鶏もも。すげえ。はい、タレ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 持ってき、はいはいはい、ありがとう。おー、うまそう。めっちゃいい匂いするな。いい匂いする。うまそう。すごいね。ほいほいほい、鶏皮、ほい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 、半分塩コショウで、おお、半分タレ。うわ、これはやばい。せせり、せせりお願いします。はい、隊長、いきます。いってらっしゃい。はい、ざいざいざいざほい、おお、やばい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 これ、よしよしよし、オッケー、終わった。やったー。すごい、串に刺すのめんどくさそうだな。なあよし、刺すぞ。何のキャラ。おすごい、エジから強っ。すごいぞこれ。おー、もう串刺しじゃねえかよもうおー、いや、これはやばいね。楽しみだね。これ幸福ですね。天候、はい、やっと食えるぜ。いただきます。いただきます。わー、うーん、うまっ。めっちゃうまい。マジでめっちゃ普通に焼き鳥や。うん、うーん、うまい。うん、もうなくなっちゃった。あ、ビール飲んでない。やばいやばいやばい。ビール、ビールいきます。はい、プレモルやだから。極上の焼き鳥をこの疲れた体に食べて、はい、酒を飲めば、はい、きっとビール好きになるはず。いや、最高。いくぞ。はい、うまっ。うわあれこんちゃんさん、どうしました。ビールに美味しい。マジ？あ、いけるわ私ビール。嘘。いつの間に大人になっちまった。大人になっちまったじゃん。熱い。熱いだろうね。体中が熱いだと思う。視界が悪い。それはね、酔ってる。じゃあ、実はこの後まだパソコンの作業があるあるんだよ。大丈夫じゃないね。じゃあまた次回。バイバーイ。うずら、おー、いいね。おちきんちゃく。
最後ちなの残りよし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 おでんできた絶対死に込むやつわ完璧だ完璧だ持ってこ持ってこさよし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 おでんおでんプルプルす重いコーチャーさん、やっぱキャンプ何度かしてきたんですけど、今回はねちょっとあの一味違うキャンプをしたいなと思いましてお酒をご用意しましたやべえ感じでほろ酔いじゃんしかもそううわめっちゃ強いじゃんそのつもりはい乾杯乾杯どうもこんにちは唐揚げおいしく作るならもみ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 というわけでですねはい最近マジでいいことないんすよない全然ない全然ないですいいこと何もないんすよ全然ないです今日はもう昼間からねはい唐揚げをね 900g もみ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 したやつを揚げてレモンサワーレモンサワー、はい、そうそうそうそれを決めて最高にパーリーナイして爆発しようぜっていう爆発の回ですよストレスを発散ですよ行くぞつけといたからなそうだ行くぜいけいいぞいいぞこの中に浸かりたいなやだおお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 おあもう食えそう絶対ダメいい匂いがずっとしてるやばいね、うん、ニンニクブリブリに入れたからね小さじ2入れてくださいって書いてあるのにコンちゃん何も見ずブリブリブリって入れたから終わったニンニク全部使ったからねズボラに行こうズボラにズボラでいいんだよあいちゃん唐揚げなんかズボラなんだよあいちゃんそうなの分かるかあーちゃんよし行くぞはい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 大丈夫かこうちゃん行くぞ揚げ物したことあるかあーないないな行くぞわ、何これ楽しいうわもううまそうもううまそう美味しそうだねうわこれですよこれこの間100均でね手に入れたんだ油が飛びにくくなるらしい、油が飛んでも大丈夫みたいはい2個目、おおあやばいめっちゃ曇るめっちゃ曇るよほいさ、いけー進めー進めーうわーゴ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 ーいくぞーおー進めー進めー楽しいね、こいちゃんいやいい音だね、これねめちゃくちゃいい音するねなんだっけ、あの、ASMR だそれだそれだ ASMR もうあれだね、もう夜寝る前に聞きたいね、この音ねこちら、どうぞお聞きください寝る前に聞いてください、これいやー絶対寝る前に聞きたくないよこれやばいよ腹減りがやばい最悪だよはいわあ盛るぞ盛るぞ盛るぞ山みたいに盛り付けたいガ
感じにね。もう山のごとし、山のごとし。わあ、いいね。トイプーがいっぱいいるみたいだね。おー。あー、なんかいいね、いいね。夢だね。これはこれストレス発散できるよ。はい、はい、ビッグサンダーマウンテンみたいなやつ。今日はとっておきのものを用意しました。はい、来年のレモンサワー。やっぱね、唐揚げにはこれですよ。唐揚げにはこれ。美味しそうだね。うん、飲んだことないけど。オープン、オープン。お、うおー、炊けてますね。ほいさ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 。よし、あ、幸せ盛り、幸せ盛りです。うわー、いけうん。いただきます。いただきます。うわー、やばい。やっぱりね、ストレス溜まったら唐揚げとレモンサワーってね、みんなやってるんで、そんな感じだと思うんですよ。初めてだね。初めてですよ、僕は。どうぞ、ようこそこちらの世界へ。どちらの世界。乾杯だ。乾杯しましょうか。よっ、あー、乾杯。乾杯、乾杯、乾杯。あ、これでも唐揚げと合うよ。これは絶対やな。合わ。にゃー。早く食べよう、酔っちゃう前に。マジ2キロぐらい作ってもよかったな。うん、全然いいや。唐揚げですよ。唐揚げだよ。唐揚げ。唐揚げだよ。あーま。やっぱりアニメと一緒で、やっぱりアニメと一緒で3回はやらないとその良さって分かんないなって思ってて、だからやっぱ私も3回は山に登ろうと思って、まんちゃんもね、毎日ねアニメ見てくれるの、一緒に見てる見てる。そう、見るもんねえんじゃねえかってくらい見てる。逆にな。これ以上自粛長引いたらどんどんアニメ見てる、本当に。全然ね、もうね、そんな深くないけど別に、全然アニオタぐらいには全然見てる、こんちゃんは。そう、聞いて、あのね、ごめんなさい。見てほしい。あ、やばいやばい、あれだあれだ、絶対あれだ。うわ、出た。これ見て、ほら、土方さんのね、妖装バージョンを手に入れた。かっこいい、本当にかっこいいよね。あとはこれ、最近筋トレ頑張ってるからね、T シャツが少なくて、私だから、ご用改めであるってここに書いてあるね、土方さんのね、T シャツをね、手に入れたんですよ、私は。そう。よかったな、ちゃん。うん、うん、これめっちゃかっこいいの、これのね、もともと和装のバージョン持ってたんだけどね。どうやる、和装の。和装のバージョンね、こっちにあるよ。悲しいね、あいちゃんね。うちにね、和装のバージョンもあるんだけどね。あ、違う、和装のバージョンもあるんだけどね。双子みたいだね。双子じゃない人、同じ人だよ。ごめん、ごめん、幸せなんだ、だから。最高。乾杯。かわいい。かわいい風？かわいいって言ってる。マジでね、本当にストレス取れる。社会人の時にこれ私先輩に教えてもらったの、唐揚げの専門店みたいなとこ連れてかれて、ここでレモンサワーと一緒に行ったれ行ったれっつって、はいっつって、結構体育会系の職場だったから、行きますって言って、あかり行きます、うわーって酔っ払って帰った記憶が楽しかったな、あの時もね。いらねえよ、お酒。すごいね、ほんとに。怖っ。食べろや、ラスエチ。食べるが。なんだよ、喧嘩かやんのか。おい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 。ラストです。あ、うん、完食です。ごちそうさまです。最高だぜ。突き抜けるね、弾けるぜ。あは、あはい。大丈夫？チャレーン。何背負ってんだ、あいちゃん。は
これか、こいちゃん。まあ、行けばわかるよ。今から20分ぐらい山道登るんだけど、もうそれでもなお私が行きたいところに。おー。行きます。あの、インドは寝太郎が、山道を登ってまで行きたい場所があると。はい、そうです。なんか持ってるけど。行こう。結構入っていくね、山の中。がっつりだね。なあ。そりゃ山道だもんよ。なんで来たんだよ。前へ前へ進め。それでも行きたい。それでも見たい景色がある。行きたい。足から突き出る。お、すごい。あれか、あれだな。でかい。うわ、でかいな。これが来たかった場所か。そうだよ、こいちゃん。言おう。言おう。よし、こいちゃん。イエーイ。ほど、メタモルフォーズ。おお。レッツゴー。おお、すごいすごい、こいちゃん。下手くそか。昨日こぎは一応また。昨日こぎね。おー、いったー。こいちゃんすげー。学芸会かな。ここはあの鬼滅の炭治郎が鱗滝さんのところで修行してる時に、あのサビトたちがさ、そうそうそう、出てきた時のねところですよ。そうなんですよ、稲もぎり。結構このクオリティもね高い衣装、あのさっきの下の施設で100円で借りてる。カツラも割とクオリティ高いんだよね、これ。楽しんでんな。ちびっこ炭治郎。小学生やん、もう。なんで？サイズ感が、サイズ感がちぐはぐよ、もう。ちょっとでかい。炭治郎、あの岩を切れ。はい、うろこだきさん、水の呼吸、一の方。なんだっけ？肌が遅い。レズコー。レズコー。気持ちいいなぁ。気持ちいいなぁ、今日。もうそろそろ着くんじゃねえか？もうついに来たか。ついになぞあちゃん、新しい扉を開けるとき。おお、おしゃれ、シャレとる。島根ワイナリー試飲即売館、ワインを飲みに来ました。大人、ふぅ、セレブ、ふぅ、ふぅ。島根県のワイン美味しいんだって。めっちゃ試飲できる。これ全部飲んでいいってよ。すごいな。てかあっちゃん、ワイン知識どれくらいあるんだ。ほぼゼロ。俺は飲めないから。はい、そうだな。ああ、俺の分まで楽しんでくれ。あ、私がね、余裕でね、すごいリポートをするよ。かましてくれよ、頼むぞ。これええやん、これ。おお、店長おすすめだからこれでいい。お、店長おすすめだからこれにしよう。無料だぞ、無料。ただワイン、ただワイン。そうそうそう、多分多分そう、多分そう。お、おお、すごい。白だ、白だ。おお、そんな消えていい。え、どうしよう。分かんない、分かんない、分かんない。何も大丈夫、大丈夫、飲める。あ、なんかリンゴっぽい、なんか甘い匂いがする。へえ。いただきます。どう？美味しい。おお。あれ？なんかジュースみたい。へえ。でも最後になんかワインな感じがする。さすが。でもこれ、私でも飲める。へえ。は。日本ワイン、縁結び。おい、しかもこれ通常有料シーンのところ今無料や。お、すごい。店長おすすめだから。飲んどこう。店長おすすめの定評すごい。こんなもんですかね。おー、いいね。少量をたしなむ感じかっこいい、ね。ああ、そう、たしなむだから。そうそうそう、香りからまずとか言うよね。こういう感じ。いただきます。お、回してる。ぽいぽい、ツーっぽい、ツーっぽい。なんか嗅いだことある。素晴らしいコメントですね。
中でね、すごいリポートをするよ。ジェリーみたいな匂いする。へぇ、あ、美味しくなるやつ。さすがだな、あちゃん。さすがだな。ソムリエかと思ったわ。鈍感な、優しい、なんか、ほわーんとしたものがこう、口の中に広がる。さっきの方がうまい。甘口の方が好き。こっちの方が好き。私、あれ、おすすめ。まだ2種しか飲んでない。ああでもなんか甘口と辛口の違いは分かった気がする。ああ、甘口が好き。なんかザドーンみたいな味はしない。なんかほのかに、はあ、お酒だなみたいな感じの高さが。おお、来た来た来た、ぽい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 。これであのお酒の案件来るかもしれない。頑張ってくれ、あちゃん、家計のために頑張ってくれ。不安しかない。あちゃん、これ見つけた。何これ？上等なやつ。この中で一番高いって。本当に？うん。あ、すごい、確かに香り高い感じがする。なんか一番甘い高級な匂いがする。なんでいいよ。あ、でいいの？なんでいいよ。一番なんか美味しそうな匂いがする。本当？いただきます。ちょっと強いかもしれん。美味しい。マジ？ジュースみたい。おい。ゴンゴンいけちゃう。ゴンゴン？パンス？うん、美味しい。美味しい。うん、でも一番美味しい、やっぱり。マジ？うん、一番高いから。ナンバーワン。ナンバーワンワイン。余裕でね、すごいリポートをするよ。え、寝てる？寝てますか？寝てますか？眠い。もう香り楽しんでる。さすが、さすがです。うん、書き方おかしいな。科学的な書き方する。熱すぎ。無理せんといてな、無理せんといてな。なんか赤よりは匂いが落ち着いた気がする。赤と白の違い調べて。赤ワインは、赤ワインで、でついてきちゃう。赤ワインは黒ぶどうを使い、果汁、皮、種を一緒に発酵させたもので渋みが生まれます。一方で白ワインは主に白ぶどうを使い、果汁だけを発酵させたものだって。だと思った。嘘つけ。いつまで飲んどんの、マジで。眠てえか、ちゃう。ああ。おお。いや、弁解の字がないね。これはひどい。本当にひどい。どれも島根のワイン美味しくて、普通のやつよりも絶対飲みやすかったと思う。で、あの10種類ぐらいあって全部試させていただいて。どこ歩いてんの？あの、こんちゃん家のお父さんお母さんにいつもお世話になってるのでプレゼントをさせていただきました。今日は飲めよ、あちゃん。そう、ここ足湯しながらね、お酒を飲むことができる。テンション上がるな。なあ。足湯て。足湯て、お前。かわいい。よいしょ。かわいい。サイズ感。俺のサイズ感。わあ。すごい、温泉みたい。なあ。せーの。わあ。わあ。適温だな。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ああ、やった。ありがとうございます。ありがとうございます。お、めっちゃあったけえな。ね、あったかい。今日風呂入らんでええやん。ほら、びっくりした。出せ。気持ちいい。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。わあ、すごいね。わあ。獺祭っていうのをずっと飲んでみたくて、私の好きな漫画で飲んでるんだよね、これ。だからなんかどんなのなのかなって。うんうん、山口三種崎みたいなのがあったから頼んでみました。すげえ大人じゃん。危ない未来が見える。ちょっとね、日本酒あんま飲んだことなくて。いやー、結構酔いそうだよな。気をつけてね、本当に。そうだな。せっかくだから一番飲みたかった辛口って言ってた。うん、あ、でも思ったより
笑っちゃって笑っちゃって思ったよりはでも飲みにくくない。あ、本当に多分私の勘違いだけど、ええ、バナナっぽい味がするありがとうございます。なんかじゃあ今日は終わりたいところでも違う、なんか思ったより甘いんだと思う。あ、辛口なんだけど、はい、多分思ってたみたいなのは来ない。なるほど。次ゾロ。ゾロ、これ一番高いんだって、200円、200円、600円する。うわー、絶対うまいやん。もううまいよ、きっと。いただきます。うん、なんか脳の後ろのところがウィーンなるほど。うん、みたいな感じでこっちの方が強い。これ大丈夫かないや、全然ダメだ。飲んだことない人が食レポむずいかもしれんわ。そうだな、それはある。でもこれ今2つ飲んだから、あ、もう3つ目はいけるわ。3つ目はいけるわ。いや、丁寧なやついける。これもちょいちょい見る。あ、売ってるね。これ知ってる、うん、いただきます。うん、鼻にツンとくる。わさびと一緒の感想。おいしい。でばあちゃんに日本酒早かったかもしれんな。九州だから今後、ええ、だから日本酒もちょっとやっぱ良さを知りたいなと思って。はいはいはい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。あ、めっちゃ気持ちいい。雨だとね、景色見れないからね。こういうのいいよね、やっぱり。もうすやー寝ながら歩いとる。今日給料日。給料日です。給料日です。なんていい響きだ。給料日、給料日、給料日したら給料日。へい、あれ。僕たち西日本一周中なんですけど、30泊車で寝ると、はい、1泊ホテルに泊まれるっていう。そう、制度があって。それです、今日は。そう、いいね、給料日。午前中に服ね、給料日だからって言って買ってきて、ほら、服新調したんだ。いいね。いいだろう。僕は脱毛してました。この30日間ね、うん、連日30度超えで、そうだな、眠れない日々もあったでしょう。夕ご飯はね、節約ご飯で、気持ちいい夜もあったでしょう。はい。だが、しかし、この月に1回の制度だけは、はい、我々は満喫すると決めたので、はい、ホテル行ってきます。行くぜ、福岡のホテル。福岡のホテル。天神、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 中洲、中洲、天神、天神。モツ鍋、モツ鍋。すげえ。何これ。これがモツ鍋だ。じゃ初めて見た。明日口臭そう。乾杯、乾杯。あー、うめえ。水だよね、こうやって。水です。ミラ、こんな多いんですね。そうですね、ミラで蓋する感じで作ってもらって、で、ちょっと上から吸うんですよ。へぇー、ぐちゃぐちゃにするとか。 It's been a long and tiresome day。人生初のもつ鍋。いただきます。はい。わー、わー、なんかすごいね。わー、いただきます。いきます。どうぞ。すごくて、うんうん、味がしっかりに煮込んでて、ニラも抜群に合うんだね。牛もつ、うまい。なんで深夜のやつ。これっすわ。これっすか。これっすわ。名刺を手に入れた。早くも2杯目。今日はいいです。なぜなら給料日だから。ちょっと慣れてた。イエーイ。おい。おい、もっと追加。おたまらん。痛風になるぞ。これは痛風。あー、来たぜ。あーちゃん起きて、あーちゃん起きて。ちゃんぽんあるよ、ちゃんぽん、ちゃんぽんあるよ。Thank you.
There's a chance it won't pay. あちゃん、あちゃん、マジかよ、マジかよ。あじゃあ夜の街はまだこれからじゃないの？もう終わり？もう終わり？閉店？よっとるやないかい。ビンビン。痛い。痛い。前にあるよって言ってよ。うまい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 。行くぜ。あんみつ姫。気合入れてけ。気合入れてけ。気合入れてけ。あんみつ姫。あ、そうなんですよ。キャメラ止めるな。キャメラを止めるな。お二人は YouTube の公式チャンネルみたいなの持ってるみたいな。あ、そうなんですね。そう、ブラブラしてて、ね、もう見てるよ。え、見てない。絶対知らない。見てる。今チャンネル名はポッタビっていう。ポッタビね。いろんなとこ旅するじゃんね。あ、そうです、そうです。ほらほら、雰囲気で分かってる。雰囲気で分かった。一人で入るのまだ怖くて、僕ちょっと一人で入るの怖い。行けよ、行けよ。行くよ、行くよ。どれしようかな。ドリンク飲むの、あんた飲んじゃう、飲んじゃう。どうしようかな。アイス関係ねー。アイスある。あやたかれ、ありがとうございます。シャンパンでしょ。ありがとうございます。オープニングソングみたいな、何ってオープニングソングみたいな。ブーブーハロー YouTube。 ブーブーハロー YouTube。 あ、彼女があるの。とって笑って旅をしてって言ってます。とって笑って旅をして。彼、何もちもちし始めた。恥ずかしい。怖い。めちゃが半ズボン可愛い。可愛い。パカ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 してさ。長らくお待たせいたしました。ただいまよりあんみつ姫による華麗で優雅なショータイムの幕開けでございます。みんな大体で呼び込みますので、よかったら温かい拍手の方よろしくお願いします。いきますよ、みんな出ておいで。うわたびの彼の方は半ズボンっていうか、もうそれもパンティーに近いレベルみたいな。国はもう一回呼び込んでみましょう。いきますよ、出ておいで。うわーあ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 ーちゃんと言ったか。すごいさい、心を込めたか。なんていいんだっけ。なんていいんだっけ。何も言わなくて、何も言わなくて、うわーってやってた。出ておいで。うわシリどうやったよ。真っ黒の中に愛知から真っ黒に山があげるそうだよ。愛知の山だ。探せ探せ。おいいい山場見つけた場合。キラキラしてんだ。裏へ連れてけ。
おいさ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 あ、そうだ、お前いつまで来てんのかよかったな、これが山笠だどうだあ、なんだお前なんか嫌がってるよ、お前なんか嫌がってるよな大河の祭り、お前上がるか取れたかも、十分だなバッチリですよーそれでは、あんみつめがお送りいたしましたT シャツカット楽しかったすごかったなマジで日本で一番記憶に残った福岡のディズニーランドやった体力持ってかれた体力すごい持ってかれたすごい絡まれ方してたいやあれはプロだったねあれはプロあれはプロ完全にプロ完全にプロ You're like a stone on my pillow I don't make a sound when I shut the doorYou don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. A bunch of favorite. We can spend all day in bed. おはようございます宮崎なさです。はい、あさです。酒がな、飲みてえよ。酒が飲みてえ。酒が飲みてえ。うめえ酒が飲みてえ。うめえ酒は飲みてえ。飲めないけどな。飲めねえけどな。いや、飲めないんすよ。そう。我々ね、お酒弱くて。一緒にしないでほしい。一緒にしないでほしい、こいちゃんとは。わしね。わし、お酒飲めない。あーちゃんは強くないみたいな感じ好きだけどねそうそうそうちゃんとお酒を楽しめてきてないんですよ今までの人生こんちゃんねすごい差別化するやん両足でちょっとマジで酒を好きになろうぜっていう企画ではいまず今日俺がちょっと好きになるきっかけを作ろうかなと思っておーいや宮崎県の山奥のところにいるんですよ、うん、すんげえ山だっためっちゃ山だったすんげえ山に来てで、サウナを貸し切ったんで、そう。ちょっとね、酒好きになってきます。はい。行ってくるぜ。行ってくるぜ。大人の男になってきます。大人の男に。男に悪いね、みんな。29や。大人の男になってきます。おー、いいですね。すごい。立派だな。立派だ。なあ。ほったび。よし、くぞ。おおすごいななんだここなんだおいおいおおトイレトイレオーケーあっちはなんだあれはお風呂じゃないかガさんのあれはお風呂かおすごいおーおおすげえすごいセクシー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 かこれおおマジかすごいやばこれで1時間2人で2500円そうだねめっちゃ安くないいややばいなすごいなうえーでもこんちゃんさんはい今日君は違うんですよねこっちだよこっちかここだようおーサウナすごいこれだよこれ今日俺はビールを飲みたいのよおーサウナを限界まで入ってはい喉からからの状態にしてビールを味わえばどんなやつでもビールは好きになれるって聞いたからおお。行ってみようほろ酔い半分しかいつも揉めないけどな行くぞ行くかこんちゃん俺今あの後ろ向けないから行くぞよいしょよいしょよいしょ気をつけてねバックチューターみたいパカツだねパカツだよちゃん今流行りの水風呂はないけどまあ水シャワーでいいんじゃねそんな感じで行こうとりあえずビールがうまく飲めりゃそれでいいからそういうこと
こいつはサウナも得意じゃないしビールも得意じゃないし何してんの。すべてはビールを美味しく飲むためだから。気をつけてね。暑いね。暑いな。100度くらいあるな。おー98度くらい。いいね。あ、ここに砂時計あるから、うん、これが落ちきったら外に出ればいいんだよ。 OK。 よいしょ。どうした？なんか手紙か何かかと思った。手紙なの。どうした？背中が燃えた。サウナ2人とも入らんからね。あんま入らないね。なあ、私でも岩盤浴とかもともと好きで、うん、よく行ったりしてたから。こんちゃんとは違う。あ、今日なんかあれだね。俺のこと下に見てるよね今日。すでに汗すごいんだけど。早くない？まだ入って1分も経ってないと思うんだけど。これを乗り越えた先にね、待ってるね、美味しいVRが待ってるから。わー、楽しみだね。これ5分系だから、こんちゃん2回回さないといかんわ。サウナって10分だっけ？大体10分入って1分水風呂して、で外気浴だから2回頑張る。じゃあとりあえず10分ここにおりゃいいんだ。大体ね。煮えてなんぼのおでんにそろう。よし、暑いな。なんか言わんと。暑いな。なんか言わんと。10分。もう一回入んの？そうだよ。おお。全てはビールのため。はい、出る。私が先だ。俺ビールだ。よっしゃー。よっしゃー。あ、いいね、ここ。ね、ここにしよう。よっしゃ。どうだ、こいちゃん。喉乾いたな。サウナ2セット。うん。プラス大浴場。うん。完璧だな。完璧だよ、こいちゃん。喉乾いた。何でもうまい。何でもうまい、今なら。買ってくるわ、ビール。よし。ビール買ってくるわ。おお、いや別にかっこよくねえし。すごい、あのビール飲めなさすぎてかっこいいことだと思ってるわ。おお、あーあー、すごい、こいちゃん。はい、これ、はい、ゆずのやつ。え、私もいいの？いや。ありがとう。ビールだ、俺は。うわあ、ごめん、あ、ビールだから俺。悪いね。そんなかっこいいことしたいから。生一杯行ってみたかったね。行きます。はい、もう今行く、もう行くよ。いいよいいよ。じゃあ、はい、君の瞳に乾杯。いいから早飲め。喉越しらしいんで。喉越し味わっちゃダメらしい。はいはい、はい、喉越しらしい。喉越しな。絶対これでこれ克服する。いただきます。どうぞ。あ、ちょ、写真一枚撮るかな。早飲みなよ。泡なくなっちゃうよ。インスタ女子みたいなことしてる。いきます。はい、いただきます。あれ？あ、美味しい？そうでもなかったね。はい、解散。ちょっと苦いね。2022年夏、はい、失敗しました。ありがとうございます。また来年の夏やります。あ、もうやるんだ。さあ、ここはあの焼酎で有名な霧島の焼酎のとこ。
そこまあな、今までな、西日本の旅が始まってから、はい、ワインを飲んで、はい、さらに日本酒を飲んで、はい、そして九州の焼酎、焼酎行くぜ行くぜ。おー、すごい。おー、おー、おー、霧島黒じゃん。すげえ、黒。あんま知らない、あんま知らないから。なんか多分白があるよね、あともあるあるある、赤、あと赤かな。行くよ、もう行くよ。黒、白、赤。うわぁ、いけるかちゃん。もうすごい、お酒の匂いだけで酔いそうなくらいすごい匂いする。不安しかない。すごい強い。こっちから行こうかな。黒、これでやって入れると完成。ロック、ロック。あ、すごい、まあ、そもそもこういうの初めて。すごいね、バーテンダーみたいな。ね、こうやってやるやつ。うわ、ぽいけど、え？俺に聞かないで。でもこれで何かできるわけじゃないから。ちょっとこぼした。ということですね。いい音。どうした？色を見るって書いてある。まず色を見る。透明。全部そうよ。全部そうよ。色を見るって書いてある。香りを感じる。おー、なるほどね、いい香りだね。嗅いだことない、あの人。あの人あんま嗅いだことないから分かんない。いただきます。どう、舌がしびれるね。ということで、しびれるうまさってこと。あ、そうそうそう、しびれるうまさです。早かったな、多分あったんやな。焼酎早かったかな。まだ始まったばっか。そうだ。バカじゃねえだろ。なんかあの、思ったよりもスルッと入ってく。すっきりしてる。すっきりしてる。おうおう、で、なんかあの合ってるのかわからないけど、ちょっとしびれてる。毒盛られとる。毒盛られとんの、あっちゃん。一緒やろかい。一緒やろかい、色は。透明だね。一緒やろかい。何が違うの、だって色を見るって書いてある。次、香りですね。そうやな。なんかさっきよりも、うん、こっちの方がグワッって感じなの。こう、キーみたいな。ちょっとなんかあの、酔っとるやん。違う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 って感じがして、こっちはなんかふわっとしてる感じがする気がする。こっちは鋭い、鋭い女って感じで、こっちはなんか結構ほんわかした女みたいな、そんな感じ。女いらんよ、今女いらんか。わかんないけど。うん、うん、どうした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 、しびれてる。いや、しびれない、こう、しびれてない。うん、なんかね、力強さと品格を極めたコクと甘みのある滑らかな、なんか読んで仕上がりだなって感じがする、ね、あたかも自分の発言のような。さまざまな料理の味わいを引き立てるための。読んでる読んでる。これが一番度数が高い。ちゃんと見る、一応ちゃんと見る。透明だね。わかっとんねん。一目瞭然やから。お、なんかすごい、なんか違う匂い。はぁーって、なんかなんて言うんだろう、一番綺麗なお姉さんみたいな。よし飲もう。いい女な感じ、いい、こいついい女って感じ。いい女な感じ。早飲めや、分かったから。うん、いやでも、うん、確かになんか全部違うのは分かる。ただそれをうまく表現できない。かわいい。レベルが、レベルがまだ。そうだね。これは柔らかいから一気にゴンってくる。これは最初からゴンってくるけど、うん、なんかゴン。待ってごめんなさい。飲んでくれ。これじゃ暴れないで。ゴンゴン。これじゃ暴れない。これはゴンゴンって感じ。これはゴン。ゴンみたいな感じ。擬音じゃん全部。これは食レポ擬音じゃん。これがね、これが一番なんかパッて感じ。
ち。ありがとうございました。ありがとうございました。どれが好き、結局どれが好きなの、じゃあ最後こっち。私は好みだった。なんか最初あんま味がしなくて、うん、ゴクゴクって飲んでしたらゴーンってくる感じ、わかる。ありがとうございました。なんか飲みやすい。お、飲んだやん、えらい、ちゃんと全部飲めた。すごい酔ってるって感じじゃない、頭の半分がなくなった感じがする。私鹿児島の血がちょっと入ってるから、ちょっと焼酎いけるのかもしれない。ちょっとかっこいい、九州城の血な、慣れて。帰るよ、もう帰るよ。ちブフじゃない。うまい、これが一番うまい。眠い。さあ、神は味方するか。いずれ行きたい、行きたい、行きます、お願いします。あー、おお、おお、おお、まずまずじゃない、まあ、無難な、いいねいいねいいね、1000円だから。あー、勝った、これは勝ちました。すまんね、あいちゃん、ちょっと俺リッチだわ。リッチだわ。では、いきます。おう、スタート。おー、怖い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 、チンスコールも食ってるよ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。本日の食品、ありがとうございます。何でも食いちゃう。1000円あればもう夢広がりまくり。じゃあちゃん、はい、はい、本日の食費です。ありがとう。分かったね。あ、令和2年だ、新しい。やったね。うん。まあそんなわけでね、はい、まあ、本日の食費が決まったんで、はい、枝豆子に乗ってね、はい、とりあえずちょっと観光しに行ってきます。です。では、はでは。よいしょ、おー、沖縄本島一周の車中泊旅スタートだぜ。始まるよ。はい。かしこまり。いや、最高の天気だな。いや、いい天気だよ、本当に。なあ、マジで島日和よ。なあ、こんな大空で、まあすごい。最高の天気だな。ああ、持ってるわ。持ってるわ。完全に持ってる。僕が生まれた。この島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。ルルルいやさあさあ、それが島んちゅぬたから。いやさあさあ。あー、こいちゃん海だよ。海だな。なあ、綺麗だな。いや、綺麗だね、沖縄の透き通る海。やっぱ違うな。着いたぜー、着いたぜー、着いたぜー。ふぅ。おぉ、オリオンビール、ハッピーパーク。ふぅー、オリオン、オリオン。いや、なんかこの前ね、うん、離島で、うん、オリオンの関係者のむちゃくちゃ偉い人と仲良くなって、むちゃくちゃ偉い人と仲良くなって、そうそうそう、永遠にインドのね下痢の話で盛り上がってたんですけど、オリオンはね、いい会社。そうだな、オリオンは非常にいい会社です。こんにちは。Thank you.
ットいただきます。おつまみおのみむのワンセットです。 ありがとうございます。すごいね、これ無料だよ。タダビールじゃん。500円使わなくていいんだよ。じゃ世界を。タダビールじゃん。いいの見つけたな。ありがてぃ。いただきます。あ、要予約なのでお気をつけあり。いただきます。あー、どうだ、絞りたて。おいしい。うまい。めっちゃおいしい。なんかオリオンのビールはちょっと甘いの、はい、少し他のビールよりも甘い感じがするから、飲みやすい、すごく。これもただ。食料じゃん。これもただ。食料だ、食料。持って帰って夜食べようかな。そんなやつはおらん。絞りたてだからね、やっぱり。なるほどね。絞りたてだから。三品茶のね。やったな、あちゃん。ねえ、やった。ただ飯だ、ただ飯。行ってくるぜ。2杯目。知らないぞ、マジで。知らんからな。絶対オフやん。くぃーこれ。やべえ、壊れた。そばだ、そば。そば、そばを食べよう。あいちゃん起きて。あいちゃん、食べない？ご飯。ご飯食べない？おい。おい。じゃあなあいちゃん、俺そば食ってくるな。どこ行くの？俺1000円持ってるからそば食べてくるぜ。じゃあ俺100円持ってるよ。よし、行こうか。行くか。寝とっか。寝とっかも。行って。よし、おやすみ。じゃあね。そば食べてくる。よし、飯だ。昼飯だ。おー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 。やばいでしょう。なあ、早期そば発祥だってこと。発祥？発祥。おお。早期こういう豚の角煮みたいなやつなの。すごいね。もうめちゃくちゃ乗ってる。おお。ああ、さすが発祥だね。なあ。いただきます。ああ。まあ。おいしい。だしめっちゃ効いてる。だし効いてる？だし効いてますね。おお。なるほど。あとこれですよ。おい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 。プルンプルンです。プルンプルンか。早期食べて、おいしそう。早期どこ？ない。なんで早期乗ってないの？あなた予算ない。あなた予算ない。これ何？これすそば。早期発祥の店です、そば。そんなことある？いいよ、あーちゃんは今オリオン痛い。ないない、どうしたどうした。あーちゃん今オリオンそば飲んで。オリオンそば飲んだの？オリオンそば飲んだの？オリオンそば飲んで、うん、すごい元気。締めの一杯だな。締めの一杯だな。早期は？やるよ。俺投げるやつ。やれるの？あ、めっちゃあるから俺。本当？もうね、もう本当にもう泣けるほどあるから。わ、優しい。こんな、え、2個もくれるの？めちゃくちゃ優しいじゃん、こいちゃん。よしよし。これで早期そばになった。ね、爆誕。いただきます。うん。うん。ロイボイ飛ぶ馬車。よーし。よーし。さすがだな、あいちゃん。うん、めっちゃうまい。うまいな。めっちゃうまい。柔らかい。うんうん。味がすごい染みてて、ボーンって。よし、ありがとう。ごちそうさまでした。
島です。ダンキン跳ねえ計算下手か計算下手。これでやっていこう。今日は30円で俺も50円だよ。あいちゃんマジ。うん、わーいわーいわーい。まあな、お金がなくてもな楽しめるよっていうな感じのね対応していきたいよね。楽しい。え、めっちゃ楽しい。楽しいな。うん、楽しい。でもお酒のおかげやんそれはお酒のおかげやけどなね、ありよよし、行くね行ってくるね、次。ロイボ飛ぶ馬車。おお。なんかすげえの来た。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。ちょっと冷めてきたな。冷めてきた。なんか雨な。沖縄で雨が降ったらここみたいな。はいはいはい。そんなところに来た。はい。そして何かに乗せられている。我々はどこへ行くのだろうか。このまま。おお。え、これパイナップルじゃね？ね、パイナップルかもしれん。やば、パイナップルって土に割ってんのか。ね、なんかずっとさ生えてるんかと、木に。あのナッシーのイメージでさ、うんうんうん、ついた。おお、なんだあれ、見ろ、なんかいる、なんかいる、なんだろう、あれみたい、ミニオン。全然違う全力否定。センスがない。あ、見て見て、やばいぞあの曲。似てるやつ俺佐賀で聞いた佐賀で聞いたやつ。聞いたことあるな。佐賀で聞いたやつだな。似た何かを感じるぞ。パッパパパパパイナップル、パッパパパパイナップル。わー、めちゃくちゃ聞いたことあるね、この感じやばい、これあの夜寝る前ずっと流れる再来。はーい、イエーイ、パイナップルだ、パイナップルだ、俺も全席だやばい、もう洗脳されてる。パイナップル、パパ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 。このカート見覚えがある。このカート絶対あれだ、ハイメル物資と一緒のやつだ。おお、やばい、これはどこだ、どっかから聞こえてくる、これだ、ここから聞こえてくる。もうええって、もうええってもうええから、もうええから、ちゃん、パパパパパパイナップ。おー、すごい、心しろ、バンバーンまだ酔っとんのか何だ、何ですか、何やねん、何やねん、まつげ長くてラクダみたいなそれいつも言わん、酔った時いつも言わん何やねん、あー肉の匂いがするわー、あーやっぱり生だ全然うまく焼けない、パスタ以外作れん、かわいいトリトリオンかわいい焼き入れてやったぜ、やちゃん、わー、わー、いただきます、いただきます。うおー、あー、うまっ、うまっ、幸福とはこのことである。おー、うまい、あー、うまっ、飲んでください、社長。おー、音がいいね、わルル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 ル
トゥ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 なんで俺だけやった今トゥルトゥルルトゥルルルトゥルこのあとどういうことやどういうことやねん俺何した今トゥルルルルトゥトゥルトゥルトゥ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 ルル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 ルトゥルトゥルトゥルなんで俺だけやねん一人にせんでよカラ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 言ってるからカラ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 楽しいねあんちゃんね愉快だね愉快だね鼻の鼻ピクピクなっとるカラカラやめろカラカラやめおマジありがとうえええええええいらんていらんてえ何でしょわーすごい、パスタの名人5分計らないと違う舞茸舞茸入れ忘れた舞茸舞ったな何もおもろないぞ何もおもろないぞ今のはトング落とすなってえひひじゃないのよえひひじゃないのよクリームソースのやつうわめっちゃうまそういいのあーありがとうございますありがとうこいちゃんいいんだよハッピーバレタインハッピーバレタイン私もホワイトでお返しせなかな単純に逆になっただけ寝たおかえりいらっしゃいませなんでだよなんでだよおかえり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 はい実家からおかえりお客様1名ご来店ですこの流れはお客様1名ご来店です居酒屋もしや今年もやってまいりましたおうち居酒屋でございますどこの変態かと思ったお客様1名ご来店です恒例のねこのお椅子でね今日は、ゆっくりぜ取れてます、あ取れてますよ、シェフ頭でかすぎてね、特区も避けたいらっしゃいませおー、こいちゃん今年も居酒屋の時期やってみましょうよ嬉しいありがとうございますめっちゃ急本当に急回転ですよ電話が来たんですよ、こいちゃんからなんかあの、人前に出れる程度に整えといてみて実家だったからさ何かと思ったいやもうね、しっかり任せてくださいよシェフシェフの誇りよこったびというわけでねはいまあ、いつもりょうちゃんいるじゃん今気づいた一人で寂しいからねあーね、あー、勝手に動かしたのこいちゃんこれ勝手に机から動かしてきたのダメだったかいいよまあ日頃ね、ご飯を作っていただいてるとそれほどでもそういう身分なので私はやっぱりねいつも作ってくれるからね、動画をね恩返しをしないとねっていうところでおうち居酒屋、たまにやるね、開店でございますわー、なんて素敵なちゃんとメニューも心がけちゃんとメニューもございますので、はい、これアマゾンですよねゴミに書きましたいいと思うよ紙がなくてリサイクルリサイクル、そうリユース、リユース居酒屋オープンですね本日のお通しヨタ本日のだよ、ちょっと間違えた逆ねいつもと違う、おしゃれなだし巻きこの世の新味丼懐かしの夜食で締め本日はこちらのラインナップでなんだろう、なんかあの桜桃子さんひどくしましたみたいな画風の方は一体どうなったんですかえ、これ見ての通りですお客様ですお客様ですこんなハゲてるおもてなしの心いや、じゃあデコヒレこんなハゲちゃってしてるおもてなしの心ですからねあー今日はね、大船に乗ったつもりでお酒あ、お酒まで用意しておりますいいんですか、そんな好みのお酒ええー、あ、マジだいたいちゃんね、もう
これ、まあ、だいたいこれだいたい梅酒飲んでるどっちから飲め？梅酒からかな。梅酒から飲め、うん、梅酒ってさ水で割るのそのまま？私ロックで飲むんですよ。おつおつなんか居酒屋さんとかでさ水割りとかソーダ割りとかあるじゃん、はい、あれってさ原料をさなんかすごい少なくされてめっちゃ水で薄められてんじゃないかなって思うの。なるほどなるほど。なんかもったいないやんっていつも思ってしまって、あのロックバッグ、そうそうそう、自分で水でね最悪薄めればさケチなだけやその癖がついた。ありがとう。どうぞ。ありがとうございます。おしゃれなグラスで友達からもらったやつね。ありがとうございますありがとうございます。まあゆっくりしてってよ、うちの店で。あー、いいんですか？うちの店でゆっくりしてってよ。でもね、ほんとこんちゃんのね、素晴らしいところはこうやってね、たまに作る人いると思うんだけど、後片付けも全部してくれるの。任せて。まあ私は酔っ払って寝てるから。酔っ払って寝てる確かに適当に読んでくださいね。適当に寄ってください。イエーイおかわり行ったかったら、あの、行ってください、行っても。ありがとうございます。うちの店飲み放題です。あ、本当ですか？ありがとうございます。じゃあ飲めるだけ飲まないと。あ、まあ、危ねえ。そのケチの精神やめて。おかわり早いな。どうでいい香りしてきたかいちゃん。してきた。何してんの？ストーリー載せようと思って気持ちいい。気持ちいい何もしない、ただ酒飲んで目の前に座ってるだけ亭主関白みたいなことしてる飯まだか。お酒が、お酒が、お酒持ってこい、ほらおい、早く食べたい、早く食べたい、早く食べたい。待ちどう。なになになに、俺がお通しだよ。なにこれ、なにこの枝豆、シャレ豆めっちゃおしゃれじゃん。おしゃれでしょ。どこでこんな技覚えてきたの。おちん坂やメニューで検索ザシンプル。そうやな。そうそうそう、居酒屋行かないからね、こっちはね、知らんね。居酒屋行ってもね、どんぶりパック食ってるから。こんななんかおしゃれな、しかも辛いでまであなたできる男ね。任してください。お進行はね、なんか吉野家のお進行でね、割引されてた。良いチョイスだぞ。いただきます。いただきます。うん。うん。うん。ガーリックがほのかに、ね、ほのかに香る。ほのかに香って、すごい。こっからっすよ、お客さん。あ、嬉しいな。こっからっす、シェフの本番は。これはお酒が進むわ。ちなげんで、任せてくださいよ。大将、この道何年ぐらいですか？この店が始まってまだ170年経つんで。結構老舗。170年経つんですよ。うちの食堂、学生さん多いんでね。全然江戸時代から続いてるじゃん。石方さんも生きてたね、多分ね。石方さんも生きてた時代からね。彼も来たよ。あ、本当に？彼も来たよ。マジですか？うめえっつって。泣いてた、泣いてたっすわ。泣いてたよ。あの鬼の服装も泣いてましたよ。おばっちゃうな、本当に。もうお通しで満足しちゃう。完全にガン決まり。どうしてガン決まり聞いたことない。お、飲み切りました先生。はい。いりますか、おかわり。いいんですか、スミノフください。はい、スミノフ入ります。スミノフ入ります。あそこのね、巨人に行ったのね。あ俺はシェフ。ありがとう。瓶で一気に行く。あ、瓶で一気に行きます。すいません、お行儀悪いんですけど。一番いいや。いいよ、お行儀悪い。なんでなんで。わあ、スミノフうまっ。わあ、怖い、めっちゃ怖い。怖い。あ、わかるぞ、そこな、やりにくいよな。フライパン用のフライパン欲しいな。何言ってる。いや、でもすごい、じゃあ綺麗に分けて、あなた。いや、イタリアンでバイトしてましたから、私。あ、そうなの。そんな、なんで知らんねん。知ってるやろ。そんなことないやろ。そんなことある。7年付き合って、俺。あー夏に返事しちゃった。パスタは不意、今日はね。うわ、78円だったネギ。わあ、幸せだ私は。2名でございます。お通し一旦端に寄せ。やだー。はい、すいません。こちら、はい、明太チーズだし巻きです。あー、全部私の。ええー、嬉しい。すごいよこんちゃん、マジで。いや、これはね、モカホのともやくんがやった。ああ、そうなの。俺の得意料理。なんかね、ショートからやめとけ。なんかマブなんでね、マブなんで。マブだからこそやれるやつ。すごい、中にしっかりチーズとメンタがもう、いや、もう絶対美味しい。もうめっちゃうまいやん。うわあ、これは美味しいやつ。いただきます。いただきます。うわうわうわ、飛ぶぜこれは。
むっちゃ米食いたい。めっちゃ米食べたい。でも本当に美味しい。米出したるわ。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、次どんぶりなんで、どっちみち。あ、ほんなん、はい、佐藤のご飯って思うよ。しょうがねえな、感染したるわ。あんた笑って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 、お客さん笑ってください。お客さん任せてください。本日3曲引っかかってるやん。弱すと危ねえ。眠たいね。よって言ったらやっちゃう。推しの子だ。よくわかったね。うん、そう。バレないように変顔する会し。私かゆい。ね、視聴者さんがね、全然映らんわ。パンツ見えとるわ。何してんの本当に。視聴者さんがくれたこの服、こうやって出せる。この服視聴者さんがくれた。ちょっとね、よく着るからこれ。何してんの本当に。なんかついちゃった。パンツ見えとるで、あんたパンツ見えとる。戻せない。この世の心理論でございます。めっちゃうまいやつじゃん。めっちゃうまい、めっちゃうまいやつ、めっちゃいいやんのやつ。元気だないじゃん。元気だ。パーコパーコ。何がつもりやまった、そんなに。危ない危ない危ない。すごいね、こえちゃん。この世の心理論です、これが。いや、すごいすごい。わかりますか、これすごくない。すごいよ。結局、大人になってから気づくんだよね。はいはい。我々この白米とウインナーと目玉焼きのうまさに。あーね、あの時運動会で食べたこれ一番うまい。これもこの世の心理というところで。食べたっけな、ほんと。家に寄るか。俺も食う。おいしい？うまっ。おいしいね。こいつ佐藤のご飯のパクじゃん。わかるよ、私もいつもねボールとかで食べてるの。そう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 。なんかね、ご飯出してくれて私はこれでいいやつって、あえたままのボールで食ってたりして、こうやって。もうめんどくさいからね、洗い物増やしたくないし。いただきます。わあ。うわあ。うわあ。うわあ。この世の真理だ。綺麗だ。うわ、この世の真理が今。うわ、うわ、めっちゃいいね。これだよ。しゃねむ。しゃねむ。うまい。どうですか先生。崇高な味がしますね、これは。崇高な味がします。崇高な味がします。高級料理ですね。高級料理。完全な高級。もうかなわないよ。なんだっけ。ピラフも。何言ってる。本当に何言ってんの。フォアグラだ。何してんの、何してんの、愛ちゃん。暴れるんじゃないよ、暴れるんじゃないよ。座って座って。危ない危ない、カメラ危ない。座って座って。いやいやいや、よいしょ。締めと締め締め締めるぞ、アイちゃん。今日のメニューのラストですよ、お客さん。これでコース終わりなんでね。えよし、チンできたぞ。冷やす。これ覚えてる、このさ、舞茸うどんチンするやつ。寝てる。覚えてない。あ、これ俺だけだったか、食ったの。もう2年前にさ、夜食で食べたやつ。わ、懐かしい。覚えてないだろ、そのリアクション。なんで泣くのよ。締めだぜ、お客さん。お客さん、なんで泣いてんの。どうしたんですか、お客さん。お客さん。赤ちゃん、赤ちゃん。めっちゃ面白い顔して。クソ失礼。なにこれ。うまい。うまい。
あ、難しい。絶対嘘やん。さっきまで忘れてたやん。さっぱりしてて美味しい。ほんとうまいよねそれ。めっちゃいいよ、レンジだけでできるからさ。美味しい。うん。うまいか。寝よう、あいちゃん。寝よう。うどん取り食べます、僕が。うどん取り、僕が取り食べます。あちゃん、もう寝る。じゃあ、というわけで、すごい面だな。というわけでね、まあなんかいろいろ楽しそうだったので、あの、あとでゆっくり寝させておきます。というわけでね、お、なんかご飯美味しそうだなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけでまた次回。バイバイ。師匠、今日はよろしくお願いします。師匠、今日はよろしくお願いします。任せろ。お願いします。おし。酒しか勝たん。俺たち酒大好きブラザーズ。先生飲めんや。いやそうなんですよ。はい、今日はね、うん、修行します。僕が修行させてください。お、どうしたんだ今度。正月、年末年始にね、うん、地元の友達とか旅で知り合った友達とか、うん、よく遊んだんですけど、はい、みんなお酒飲んでるんですよ。なーに、男は黙って。おかえりたい。何が何が、今の勢いが足りなかった。みんなお酒飲めるんですよ。なーに、よいしょ。男は黙って。ビール。男は黙って。ビール。修行するよ。ちょっと待って、あの、ちょっと、切りたい切りたい切りたい。お酒を飲みたいと、飲めるようになりたいと、そういった所存でございます、この動画は。諦めろ、そこをなんとか。いや、私に言われても。飲みたいやつがいたんですよ。いや、そうなんですよ。飲みたい、飲みたいんですよ、私は。あ、そうだね。飲めるようになりたいと。こっちは昔からね、本当に飲めないけど、なんかすごい飲みたいって言うんですね。飲めたい、飲めるような男になりたい。やっぱり師匠は。パクチー食えよ。お酒の前にパクチー食えよ。パクチーを入れないでください。ちょっと酔っとんの、あんた。あんた酔っとんの。あ、重たい。分かった。お願いします。よし。私も飲もう。これすごいですか。これ見えますか。これね、めちゃくちゃハマってる。意味がわからない。カウンターの上にもうほろ酔いのクリームソーダサワーが。これめちゃくちゃハマってる。これね、なんかないとことかもたまにあって、できるだけね、ある時に買っといた。こんなにいる。師匠、師匠やりすぎです。私ビール飲めるようになりたいんで。おいちゃんね、うん、ビールなんですよ。小説って言ってたね。そう、宮崎でもね、あの、うん、ビール飲もうとして惨敗してたね。そうそう、サウナギリギリまでね、入って喉カラッカラにして飲むビールうまいんじゃねえかっつうことで、うん、全然ダメでしたね。ねえ、ビール買ってきました。はい、師匠すみません、かぶってました。いいよ。なんかスーパーにこのなんかちっこい缶のビールがあったんですよ。朝日と札幌と、ちょっと師匠。師匠飛び出てみた。スーパードライと札幌の黒ラベルと、キリ一番搾りのなんかちっこい感があって、師匠が水曜日の猫っていうね、うん、ビール買ってきて、そう、なんかすごい飲みやすいビールで調べたら結構トップで出てくるから。で、あと家の中にあの俺眠ってたオリオンビール、沖縄からずっと眠ってるビール。で、これをね、ちょっといろんな工夫しながら飲んでいったら自分好みの一杯に出会えるんじゃないか。なるほどね。そう、いつか師匠。はい、調べました。なんだい。まず一つ、うん、ビールを美味しく飲む方法、うん、さっきネットで調べたな。お、仕事終わりのビールが一番うめえって書いてあった。あ、なるほどね。はい、まあ、花金最初やっぱ生でって言うもんね。言う、ね、言いたい。だからまず1本目は今日ずっと俺編集してたから、うんうん、多分今飲めとうまいんですよ。あ、もうこのままね。もう整ってるから今俺は。おお、完全に整ってるから編集まみれで。まず1本いきたいね、とりあえず。大丈夫か。いやー、もう仕事終わりの一杯たまんねえっすよ。先生、先生じゃねえ、師匠。どれにする。全部飲んだことないから。そうだね。
ね、こんちゃん。じゃあまあ一番右で。おぉ、スーパードライもう動画編集後なんだよね、一日。なるほどね。絶対美味しい。でも確かにさっぱりしてて切れ味があって美味しいって言いますよね。へぇ、そうなんですか、先生。はい、師匠。おぉ、いい音だ。調べました。なんだい。さっき調べたんですけど、この缶の飲み口の下をへこませると、トクトクトクじゃなくてめっちゃ入ってくるから、喉に喉越しがすごい楽しめるって。あ、そうなんだ。はい、調べました。えらい。まあそんなことしてたけどね。さすが師匠。仕事終わりに一杯、これで好きになったらもう俺は永遠にスーパードライでいきます。おお、いただきます。どうぞ。もう乾かいじゃあ、ね、体質的なものだからやっぱやめた方がいい。うまい、うまい、うまいっす師匠。美味しい。どんな感じ。ビール多分ビール。多分ビール。これがビールか。炭酸強いね。炭酸強い、ね、炭酸好きじゃないのになんでビールにしたの。マジでかっこいいじゃん。かっこいいじゃん。だってじゃあ私ほろ酔いにします。いやマジでこのメロンソーダのほろ酔い本当に美味しい。ちゃんとアイスが溶けた後のメロンソーダと混じったちゃんとした味。ではいただきます。わあ、さすが師匠。乾杯っす。憧れ、憧れる、これの。乾杯っす。かわいいね。へこませた方がいいっすよ。へこませた方が。ビールじゃなくて、へこませた方がいいっす。うん。うまい。マジでこれ、本当にみんな飲んだ方がいい。師匠、飲んでみますか。スーパードライ。スーパードライ。スーパードライ、私は全然好きですので。あ、さすがです。うまっ。うめぇ。開けました。開けましたよ。おめでとうございます。おじさん、すごいおじさん。今のはあちゃん、すごいすごいよ、あちゃん今のは。確かになんかね、あの甘いのもいいけどやっぱね、さっぱりするよね、ビールは。あ、これ飲んでみる。あ、ちょっと一口だけ飲んでみる。あんまちゃんぽんは良くないと思うけど。ちゃんぽん、あー、お酒を入れること。ちゃんぽん、え、ちゃんぽんですよね。ちゃんぽん。リンガハットじゃない。リンガハットじゃない。リンガハット。できます。違う意味できついっすね。ちょっと本当に、あの31の男にはちょっと本当に、あの甘いがすぎるっすね。師匠、はい、ちょっともう一杯、ちょっともう一杯いきましょう。もう一杯いく。付き合ってください。いける。はい、大丈夫。そんなに飲んだよ、こんちゃん。さあ、俺にしてはすごいな。確かに俺にしてはやばい。まだまだでも酔ってないんで。本当に、うん、なんかいける気がするの今日マジで。ネットに書いてあったんですけど、うん、ビールを美味しく飲めるシチュエーションみたいな、やっぱり美味しいご飯がいいって聞いてました。おー、なるほどね。はい、おでんとか結構憧れるから。あ、おでんで食べるの。はい。おえー、じゃあちょっとおでん買いってきます。よし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 。寒い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 。よしよしよし。こうしてる間にだいぶ赤くなっちゃった。赤い、赤いですか。だいぶ赤いです。師匠、おデューンですよ。おデューン、おデューンですよ。一旦容器移してチンしよう。チェチがいいな。あ、チェチがいい。決まっとるからね。お、そのままいっちゃう。おお、豪華じゃん、こいちゃん。順に入れろよ。うん、よし。おでんさん。はい。おお。どうだ。ぬるいっす、師匠。師匠ぬるいっす。するか。茹でましょう、茹でましょう。しよう。おお、はい、じゃあ。どうした、師匠。師匠どうしました。師匠どうしました。なんでそんな底なしで。フライパン、フライパンです、師匠。お電話、いいんだけど。お電話、師匠、フライパンです。はい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 、ありがとう。よいしょ。ああ、よいしょ。いいね、いいね。冬はやっぱりおでんでですね。大丈夫。いや、言ってた言ってた。酒だ酒。お酒を持ってきてないわ。ビールだビール。何飲もうかな。何飲む。あー、何があったんだっけな。一番絞りってやつ飲んでみたい。おでんはやっぱり一番絞り。おー、ありがとう。私梅酒にする。おー、じゃあ一番絞りです。梅酒です。いや、おー、よっしゃー。何これ、何これ。炭酸だから、うん、売っちゃったかな。洗礼だ、洗礼。悲
やってるの。へこませてる、おでん食わなきゃ。おでん食べてるこれだから。顔の色の差すごいよ。俺日焼けしてるだけだから。えぐみのある赤してる。ウインナー巻き。白滝。ああ。美味しいよね。冬っぽいな。おでん久しぶり。ね、コンビニおでんバカうまいよね。美味しい。いただきます。いただきます。しみしみだね。うめえ。め、め、蜂が合うと今だ、あーちゃん今だ、しつを、しつをいただきます。うまい。あー、どうした。なるほど、これがキリンだね、あーちゃん。何が違う。麦麦味が強い。麦味が強いですよね。なんか結構苦いって聞くんだけど、私。本当にですか。苦味が強いとか麦の麦味がね、そう、麦味がすごいね。上級者だ、これは。あ、上級者な感じがする。へえ。へえ。味噌買ってきたんだよ、私。ここにあるよ、でも。いや、違うんだよ。周りにコンビニのやつある。あれ、これ、これ。かけて味噌、かけて味噌だよ。愛知県民ですから。かけて味噌、かけて味噌。豆腐味噌カツ。かけて味噌。味噌、おでんに焼きなす。そう、だからおでんにつけようと思って。おー、知ってますか皆さん、この皆さん知ってますか、つけて味噌、かけて味噌。顔、顔はか。あ、いらない、いらない。いらないの。いらない。なんで。からしだけでいい。愛知県民じゃない。あ、やばい、やっぱいる。じゃあいる。ちょっとだけな。うん、うまい。うまい、天才。ネームバリューから天才。大根食べよう。うわー、あれ味噌うめぇ。コンビニのおでんがうまいよ、結局な。好きなだけね、自分の好きなもの食べれるからね。気づいたらなんかもう店員さんが取ってくれるシステムになっとったっすよ。あ、昔は自分で取ったもんね。そう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 、なんか変わったなと思って、楽だなと思ってしまいました。ある。もうそろそろやばい。なんかいけるね。本当にいけるね。ね、今日強いね。本当、今日の俺は止められない。あの、結構あるからね、今日はいける日だわみたいな。今日いけてるね。いけいけ。どうせ二口ぐらいでくたばるわと思ってたのに。すいません。梅酒飲んでみる。はい、確かにね。え、うん、梅酒美味しいよ。いろいろ試してみるのもいいね。あ、違った。梅だ、梅。梅だよ。あ、梅もダメだっけ。梅好きじゃない。炭酸も好きじゃないし、梅も好きじゃないならね、お酒向いてない、ダメ。険しいな。険しいな。ほかげの道のりはまだ遠い。ほかげじゃないよ。ほかげ別にビール極めた人たちじゃないし。やべ、2缶負けちゃったよ。何ミリリットル。2缶負けちゃった。もうマジで何ミリリットル。45じゃん俺。師匠、もう僕は弟子を卒業します。一人立ちします。え、これ何ミリリットル。135ミリリットルだよ。だから何ですか。350ミリリットルとかでしょ、これとか。何来て、なんか。乗ったことないでしょ。お酒飲む？なんか。いらないよ。もういらない？飲む。あ、飲むの？やっぱ飲む。ポンちゃん次何飲む？オリオンビール飲みたい俺。そう。わった自慢のオリオンビール。ありがとうございます。はい。オリオンビール飲みやすいって聞いた。オリオンビールなんか飲みやすい気がする。さすが。どうした。2缶開けちゃった。ああ、成功体験は大事だよ、こんちゃん。やばい、やばい、こんちゃんにしては顔。2缶開けたのやばくない。え、ちょっと待って、初め、人生で初めて開けた。顔は開かない。違う違う違う、ちょっと日焼け。2缶開けちゃったから俺ここに並べるんだ。なんと、強ー、俺強ー。あー、梅酒うまい。私でも梅酒しか全然普段飲まなくなったよね。本当に梅酒ばっかだよね、そう、外行っても。そう、だから梅酒の専門店みたいな居酒屋行っても。そんなあるんだ。そう、とこしかなんか行ってないかも。楽しくなってきちゃった。楽しくなってきちゃった。あーし、でかいねこれ。これが普通なんだけどね。これ、俺多分飲んだら
もう食べない気がする。これだって、俺の今までのさ、これと違う、さすがに、うん。そうだね。それ2つ合わせてもこの大きさにはならないから。俺の2缶が。いや炭酸が。ねえ、学習して耳赤すぎる。ちょっと待って。やばい。しゃっくりする。しゃっくりするとすごい。何してんのあなた。やめて、私の手に触らないで。私も手元が狂っちゃってる。見てほら、耳の後ろ、赤さ尋常。こっちの黒さも尋常じゃないな。いただきます。どうぞ。でも意外とでもいけてるよ。どうした何が起きた水晶喋ってる途中命だった赤ちゃんなのコマセル忘れてたコマセルおかしいと思ってた何がおかしいと思ってた飲みやすいかも確かにわかるこうだおう苦い苦いの次の苦いの次の次だね何言ってんの怖くない？いや赤いってずっともうやめときゃいや赤いいやいいけど入っても大丈夫ヤックリが来るかと思ってなあこんちゃんはなんかもともと陽気なのに酒飲んでも陽気になるんだねオリオンビールすごい飲んでるすいませんそうすごいオリオンビール飲んでみるオリオンビール飲むやっぱりうんわさ美味しい美味しいねオリオンビール飲みやすいうん任せてください俺に、うん、俺に任せてください全然思ったより大丈夫っすよマジで本当になんかすごい今までの自分じゃないみたい生まれ変わった生まれ変わっちゃった江戸転生江戸転生だねあちゃんすぐなると思ってくるやめて美味しいお餅ひっくり入ってる本当だすごい、うん、鼻息大丈夫すごいんだけど自分の脳に響いてる鼻息が感覚が研ぎ澄まされてるあ今、うん、今だったらなんかやれるやれるやれる何も出てこない何も出てこない頑張って寝ろすごい気分のおでんの餅巾着やばい寝ろもうパクチー寝ろもう、パクチーごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったまだあるまだあるあと71個計画してたのがあるまだやりたいことあるのある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 好きな映画とかなんかそういうアニメとかを鑑賞しながら飲む酒はうまいそうなのそうってネットに書いてあったまあまあ確かにまあ分からんこもないそうだから行こうオリオンビールを持って行こう飲めるそれで俺がうわやべ何も思いつかねえやべ何も思いつかねえYouTuber としてはもう致命的だよこんちゃんすげえ面白い一言放てれたのに俺なら いつも放ってないけど別に重たいな私もちょっと酔っ払ってるからなあ今日編み出したんだよ私こんちゃんをね持ち運ぶいくよはいいいな白のワールが落ちてきた白のワールがよしどうしたどうした何もしてないぞどうしたどうした Like you right now はぁチャ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 じゃあ洗濯物ありがとうありがとう洗濯物を畳むのは男の役目ダンジョン飯だダンジョン飯あね今期おもろいねハハ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 ハ酒は寝ろよもうあばい面白いできねえんだから面白いことは出てこないいつも出てないよ別に寝るよ
トト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 ト